皆さん、こんにちは。第3回、がん患者さんのための総合支援セミナーを始めたいと思います。私は本日の司会進行をお進めさせていただきます、サポーティブケアセンター相談員の坂本です。また、ご一緒させていただくのは、この4月よりサポーティブケアセンター長に就任しました池田先生です。池田先生、よろしくお願いいたします、はいえー。サポーティブケアセンター長の池田です。4月よりも拝命しております。 本日は皆様のために楽しくそしてまあ気楽にやっていただきたいと思っております。それでは開会の挨拶をさっ早速させていただきたいと思います。開会の挨拶を東病院の病院長である大津厚先生にお願いしております。大津先生よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。国立がん研究センター東病院長の大津でございます。 本日はあの休日にもかかわらずあの多数の方にこの総合支援セミナーをご視聴いただいて本当にありがとうございますえー、っとこのがん患者さんのための総合支援セミナー今回で3回目となります、まあ、一番最初はあのがんと診断されたらというタイトルで、えー、2回目は えと治療への準備っていうお話だったかと思います。で、えー、今回の3回目は、まあ、実際に治療を受けて、まあ、その後の、えー、どのように生活していくかということで非常にその患者さんの不安がたくさんある中で、まあ、それぞれの治療に対してあのよく対応するためそして治療がちゃんとできるように 作るための工夫ですねいろんな我々での病院の方で対応していますさまざまな多職種のチームのサポートということをご紹介させていただきますで本日はですね事前登録官370名の方の登録と伺っております オンラインになったことによって、まあ、本当にあの全国からの患者さんがこの視聴されているということが理解できましたでその登録の参加の方の,、まあ、あの約半数の方がですね患者さんもしくはご家族の方そして残りの半数の方がまあ医療者ですね 医師看護師薬剤師ソーシャルワーカー管理栄養士その他本当に多数の方にご視聴いただいているということが実感されますで、まあ、我々の施設でできることっていうのは限られますけれどもあの、まあ、当院にあの通院されて治療を受けられている患者さんのみならず全国でがんと <coughs> の治療を受けられている患者さんそしてご家族のために参考になるような、ね、あのお話をさせていただければと思います。で事前にあのたくさんの,あのご質問をいただいておりますで、えーまあ、その内容も含めたあのお話をしていただけるんじゃないかと考えております。 二時間、約2時間かかりますけれども、ぜひご視聴いただければ、今後のそれぞれのです、ね、患者さん、そして医療者の方にご参考になるようなことがあれば、幸いでございます。それでは最初の演者の先生のお話に移りたいと思います。 最初の演者の先生は栄養管理室の小田理香さんです小田さんからはあなたの食事は大丈夫タンパク質のお話ということでお話しいただきますどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますクリーズガン研究センター東病院で栄養士をしております小田理香と申します本日は初回治療後の過ごし方というテーマですが私からは退院後に大切な栄養のポイントということでタンパク質のお話について 説明しししていいきまます。す。よろしくお願手術や検査、抗がん剤治療や放射線治療など、入院の理由,理,理由や期間、退院時の状況も人によって大きく異なりますが、単位時はこのように仕事に復帰するために体力を戻さないと、手術で体力が落ちてしまった、すっかり足腰が弱ったような、次の治療に向けて体力を戻したいといったような声をよく耳にします。 程度は様々ですが、皆さん入院中や治療中に体力が落ちたなぁと感じている方が多く、そ,してそれをいち早く戻したいと感じている方が多いのではないかと思います。そんな皆さんは今一度自分の食事を見直してみてください。仕事や家事が忙しく、自分の食事が後回しで簡単なもので済ませている方、体力イコール肉というイメージが大きく、とにかく肉を食べようと思っている方、 入院から解放されて好きな時に好きなものを食べられるようになり偏った食事になっている方。こんな食事ですとさらなる体力の低下が心配です。体力を戻すために食事はとても大切です。しかし残念ながらこれさえ食べれば体力が戻るといった魔法のような食べ物はありません。大切なのはバランスの良い食事をしっかりよく噛んで食べることです。そこでまずは自分は何をどれだけ食べれば良いのかをしっかり理解しましょう。 また、消化管術後などで食事制限がある場合は医師の医師、医師の指示に従うようにしてください。まずはどれぐらい食べればよいのかを考えます。こちらは厚生労働省が出している日本人の食事接種基準2020年版を抜粋したもので、1日に必要なエネルギーを年代別に表したものです。活動レベル1というのは、生活の大部分が在であり、動的な行動が少ない方を指します。 通勤や買い物に出かける方、軽いスポーツをする方は活動レベルが上がります。つまり、この数字は標準的な体格の方が最低限必要なエネルギーと考えても良いかと思います。例えば、65から74歳男性ですと、1日あたり2050キロカロリーが必要です。これを1日3食で考えると、1食あたり680キロカロリーが必要です。680キロカロリーは、だいたい牛丼並盛り1杯ぐらいと覚えておくといいと思います。 続いてバランスについて考えましょう。バランスの良い食事とは、主食、主菜、副菜の3つを揃えることです。主食とは、パン、ご飯、麺などの主に炭水化物を含む食品でエネルギー源となるものです。主菜とは、肉、魚、卵、大豆製品などの主にタンパク質を含む食品で、血や筋肉を作るものです。副菜とは、野菜、キノコ、海藻などのビタミンやミネラル、 食物繊維を含む食品で体の調子を整える働きがあります。このような食事を1日3食食べることにプラスして、1日コップ1杯の牛乳と、1日1皿お好みの果物を取ると、大事な栄養がしっかり取れたバランスの良い食事となります。ここで今回注目していただきたいのは、ここ、主菜タンパク質です。タンパク質は体力や筋力にも大きく関わる大事な栄養素です。 皆さんはこの主菜、しっかり食べられて、毎食しっかり食べられていますかしっかりというのは、だいのひご自身の手のひらサイズの主菜を毎食食べることです。一日に摂りたいタンパク質の量を食事摂取基準2020で見てみますと、このようになっております。65から74歳男性ですと、1日7 7ム以上が目標です。 3食で分けて取るとすると、1食あたり26グラムのタンパク質が必要です。タンパク質は卵1個あたりに7グラム程度、鮭の切り身80グラムには、えっと、17グラム程度含まれます。タンパク質制限がある方はこの通りではありませんので、担当医の指示に従うようにしてください。そもそもタンパク質って何なのか、なぜ大事なのかを見ていきましょう。 まずはタンパク質の働きについてです。私たちの体は大体このような組成になっています。この20%のタンパク質、体の中で何をしているのかということですが、まずは先ほども話したように、筋肉や体の組織を作っています。また、エネルギーを生み出す役割もあります。免疫力を高めるとありますが、私たちの体を菌やウイルスから守る抗体はタンパク質からできていきます。 つまり人間が生きていくために必要不可欠な栄養素ということですね。さて、このタンパク質、食べると体の中でどのようなことが起きているのでしょうか。摂取したタンパク質は、体内でアミノ酸というものに分解され、小腸で吸収されます。その後、体内のさまざまなタンパク質へ再合成されます。例えば、筋肉や内臓を構成する対タンパク質となるもの、ホルモンや免疫力、 抗体となるもの脂肪ととししてて蓄積されれるるももの、ののエネルギーとして使われるものなど様々です。体の中で一旦アミノ酸に分解されると説明しましたが体の材料となりうるアミノ酸は全部で20種類あります。これら20種類のアミ,アミノ酸がそれぞれの目的に合わせて数十個から数百個以上結合し約10万種類のタンパク質に形を変えます。 筋肉や肌、髪が同じタンパク質からできているのに形が異なるのはこのようなアミノ酸の組み合わせが違うからなんですね。また20種類のアミノ酸のうち9種類は体の中で合成できないため食事から摂取する必要があります。これを必須アミノ酸と言います。そしてそれ以外の11種類を必須アミノ酸と呼びます。実はこの必須アミノ酸、食材によって含まれている量や組み合わせが違います。 アミ,ノ酸がバアミノ酸がバランスよく含まれている良質なタンパク質かどうかを知る方法の一つにアミノ酸スコアがあります。よく例えられるものにこのアミノ酸桶の理論があります。この桶に入っている水の量が体の中で,の中で作られるタンパク質の量と考えてください。そしてこの桶を作っている板をアミ必須アミノ酸と考えてください。 この板がどれか1つでも短いとそれ以上水はたまりません。つまりアミノ酸全体の働きは不足している必須アミノ酸のレベルに合わせて制限されてしまいます。例えばこの図ですと一番スコアが低いリジンの数値が全体のアミノ酸スコアになってしまいます。この違いを知らずにいるとタンパク質をしっかり補強しているつもりでも必要なアミノ酸が取れていなかったという可能性も考えられます。 アミノ酸スコアが100もしくはそれに近い数値であれば理想とされているアミノ酸素性に近いものと考えられます。肉や魚、乳製品などの動物性タンパク質食品にはアミノ酸スコア100のものが多く、対して大豆以外の植物性タンパク質食品には数値が低いもの、つまり必須アミノ酸が不足しているものが多く見られることがわかります。アミノ酸,がアミノ酸スコアが低い食材でも 複数ののの品目をを組み合わせるるここととでヒスアミノ酸のバランがが改善さされれ食事全体の栄養価を高めることが期待されていますいろいろなものを組み合わせて食べるということはやっぱり大切であるということですね。今回もう一つ BCAA というものも頭に入れておきましょう。皆さんは BCAA という言葉聞いたことありますかこれは先ほど説明した必須アミノ酸のうちバリン、ロイシン、イソロイシンの3つのことを指します。 筋肉のエネルギーとなりやすいのが特徴で、体の中では主に筋肉や血液の中に存在しています。BCAA は活動時のエネルギー源にもなるため、筋肉を効率よく活動させ、運動能力の向上や運動後の疲労軽減などにつながる働きがあることが報告されています。また、BCAA のうち、特にロイシンには、筋タンパクを作るスイッチとしての役割もあると考えられています。 つまり BCAA をしっかりとることで筋肉の合成促進や損傷軽減が期待できると言えます。特に体力を戻すために運動を行う際は p c a a を意識した食事をとると良いかと思います。この BCAA ですが運動前30分から30分から運動中に 2000mg 以上摂取すると効率よく作用されるという研究結果もあります。 こちらが BCAA を豊富に含む食品です。日本人の食事摂取基準2020年版によると、1日に必要な BCAA は体重 1kg あたり 85mg、つまり体重 60kg の方は 5100mg 必要です。この図のようにマグロやカツオやアジ、鶏肉、豚肉、牛肉など肉や魚に多く含まれていることがわかるかと思いますが、コップ一杯の牛乳や チーズ一かけら、卵にも豊富に含まれているので、特に忙しい人や食事の準備が負担になってしまうという方、運動前を意識して摂りたいという方は、これら手軽に取れる BCAA を活用してみると良いかと思います。ただ、これら BCAA は体力が戻る魔法の食べ物ではありません。このアミノ酸が効率的に体の中で使われる,使われるには、十分なエネルギーやビタミン、ミネラルが必要です。 つまりご飯などの炭水化物や脂質、野菜や果物も同じぐらい大切です。食事はバランスよくさまざまなものを食べるようにしましょう。手術後や治療を継続している方など、食べたくても食べられないという方もいらっしゃるかと思います。そんなときは1日3食で無理に取ろうとはせず、おやつにタンパク質を摂るようにしましょう。プリンやチーズ、ヨーグルト、大豆の入った豆ガスやきな粉などもおすすめです。 また、タンパク質を豊富に含むものや、特に BCAA が強化されたという栄養補助食品もたくさんあります。お気軽に医師や管理養士に相談をしてみてください。特に量が増えると食べられない、時間がないという方には、ちょっとの工夫でタンパク質がアップできる工夫を説明します。6枚切りの食パンにバターを塗っただけですと、エネルギー220キロカロリー、タンパク質は5.5グラムですが、 食パンにハムとチーズをのせてトーストしたするとエネルギーは240キロカロリー、タンパク質は13.3グラムとタンパク質7.8グラムアップさせることができます。梅干しのおにぎりとお茶だけですとエネルギーは180キロカロリー、タンパク質は3グラムですが、おにぎりの具を鮭に変え、豆腐の味噌汁と一緒にとるとエネルギーは250キロカロリー、タンパク質は10グラムとタンパク質7グラムアップさせることができます。 それでもやっぱり食べられないという方は、ぜひ当院のホームページをご活用ください。症状別の食事のアドバイスや調理のポイントなども掲載しています。また、柏の葉料理教室で好評だったレシピも紹介しておりますので、えーと、こちら分かりやすい動画付きのレシピもありますので、ぜひ覗いてみてください。本日のまとめです。体力を戻す近道は、まずは1日3食バランスよく食べるようにしましょう。 ただ、一時にたくさん食べられないという方は、分けてとってもかまいません。続いて、タンパク質を多く含む食品を毎食適量取るようにしましょう。そして、タンパク質の質、アミノ酸スコアや BCAA にも意識をするようにしましょうということです。しっかり食べて、体力を戻していきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、えー、小田先生、ありがとうございました。 えー、今日の講演よく分かったかと思います特にアミノ酸オケ、えー、まあ、どこかが足りてないとやはり、えー、十分量のタンパク質が作れないといったところではまあ、分かりやすかったかなと思います、えー、と早速質問の方に移りたいと思いますいただいている質問の中からお,、えーえー、お,お聞かせいただきたいと思いますけれどもまず一つ目なんですけれども、えー、まあ、よくプロテインというのが市販されていると思います プロテインみたいなものを使うことによって補充するということはどうなんでしょうかというご質問が来てますけれども、小田先生いかか。がでしょうかご質問ありがとうございます。 確かに最近市販のプロテインアミノ酸スコアとかタンパク質の質まで考慮されたいいものをたくさん売ってるんですけどもやっぱりそのタンパク質プロテインっていうのはベースのエネルギーがしっかり取れていないと筋肉や血液のもとになるという効率的に働くっていう部分がどうしても欠けてしまうんですねなのでまずはエネルギーをしっかり取ることが最優先かと思います。 その上であの補助的な意味で、まあ、プロテインを取るというのはあのいいかなと思いますので、そこだけはあのちょっと頭に入れておくといいかなと思います。はい、ありがとうございますやっぱりちゃんと食べた上でのプロテインだったら意味があるけれども、えー、食べれていない状態でプロテインだけ取っても、あまり効率よい摂取にはならないですよということで、よろしいですかね。そ,うですねその通りりだだとと思いいいまますす、はい、ありがううございます、えー、ではも一つ質問ささせてください えー、食欲がどうしても湧かないようなときっていうのはやっぱ出てくると思うんですけれどもそんなときにどうやって、えー、タンパク質を取れるようにすればいいのかなんかコツみたいなものがあったら教えてほしいんですけれどありがとうございますそうですねあの先ほどの,もあの発表にもあったんですけれども、まあ、1日3食で取ろうとはせずにぜひおやつを活用してみてくださいで、まあ、食欲ないときなんかですとこう冷たいものとか ものとかさっぱりしたもの喉越しのいいものなんかが比較的食べやすいって方が多いので、まあ、あの乳製品ヨーグルトとかチーズとかあとはプリンそういうものでもタンパク質取れますのでそういうものを間食に取ってみるのはいいかなと思いますねはいありがとうございました、えー、よく分かりました、えーまあ、少し趣向を変えて、えー、おいしく食べてもらうっていうのが一番良いのかなっていうのをよく伝わってきたかと思います小田先生ありがとうございましたありがとうございました それでは次の演者の先生に移りたいと思います次の演者の先生は看護師の栗山直子さんです栗山さんからは治療とともに自分らしい生活排便習慣をということでお話しいただきます栗山さんよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは私は当院の支持療法チームという、えー、と患者さんのあつ辛い症状や 気持ちの辛さなどを緩和するそういったお手伝いをさせていただくチームで活動していますがん看護専門看護師の栗山と申します本日私からは治療されている方々が自分らしい生活が送れるように特に排便習慣にまつわるお話をさせていただきますまずお見せしているスライドはがんに対する治療の三本柱と呼ばれる 手術療法、放射線療法、薬物療法になります。本日、私の方からは薬物療法に関する排便習慣についてをお話をさせていただきます。薬物療法といいましても、使われるお薬にはたくさんありまして、ホルモン療法や分子標的薬などを使った治療をされている方もたくさんいらっしゃると思いますが、本日は特に細胞障害性抗がん薬、 一般的に化学療法と呼ばれる抗がん薬による治療をされている方に参考にしていただければと思います。抗がん薬の副作用として起こりやすい排便の変化として主に下痢と便秘の症状があります。まずは下痢,下痢についてお話をさせていただきます。使用する抗がん薬によって下痢を引き起こす原因や発現時期は、 あこと異なりますが、大きく二つのタイプに分けられるかと思います。一つは総発性の下痢というものです。これは抗がん薬の影響によって副交感神経が刺激されて腸の運動を抑える神経のバランスが崩れてしまい、腸の動きが活発になりすぎて起こる症状になります。 もう一つは、自発性の下痢というものです。これは、えー、抗がん薬の副作用で白血球が減ってしまって、えー、腸の感染を起こしたりとか、あと抗がん薬が直接消化管の粘膜を傷つけたりすることで、えー、大腸の水分の吸収能力が弱くなって起こります。また抗がん薬の影響以外でも、例えば直腸がんの手術をされている方や、えー 腹部や骨盤へ放射線の治療をされている方、あとは便秘の際に使っていただいた歓下剤の使用によって下痢になってしまうことがあります。下痢が起こる時期の目安ですが、早発性の下痢の場合は治療後、直後から24時間以内に起こって、地発性の下痢の場合は治療開始後、 数日、3日から数日から10日ごろを目安に起こるというふうに言われています。じゃあ、下痢になってしまったときの,の注意点はどういったことかということですけれども、1つ目は下痢の症状が長引くことで重症化してしまうことによって、脱水症状ですとか、あと栄養状態の悪化を招いてしまうことです。2つ目は下痢が長引くことによって 体の辛さだけではなくて回数が増えたり強い腹痛を伴う場合には生活がしづらくなってせっかく始まってうまくいっていた治療が継続できなくなるといったことが挙げられます。また何よりも下痢の悪化によって体の水分がわ奪われることで水分や体の電解質のバランスが崩れてしまって場合によっては命に関わることもあります。 次に便秘に関することになります便秘になってしまう原因には大きく3つ挙げられます。まず一つ目は薬剤による影響です。これは抗がん薬が体の末梢神経や自律神経に作用して腸のぜん動運動を低下させることによって起こったりですとかあと治療の副作用に対してそれを抑えるために使っている吐き気止め。 とかあと痛み止め、特に医療用の麻薬の副作用によって便秘を引き起こしてしまうことがあります。2つがんによる直接の影響によるものです。これはどういうことかと言いますと、癌が腸や腹部に存在していることや、あとは腫瘍が脊髄を圧迫してしまっている状態のとき、あとは高カルシウムの状態のときにも便秘が起こりやすいというふうに言われています。 また、がんによる二次的な影響としては、治療に伴って食事や水分の摂取が低下してしまったりとか、あと活動量が減ってしまうことによって、腸の運動が弱まってしまったり、あとは入院や旅行に行かれた際など、自宅とトイレの排便環境が変化することによって、便秘気味になってしまう、そういった方も多いのではないでしょうか。 便秘の発現時期ですが、こちらは投与数日から数週、あるいは数か月と幅があります。また、薬剤中止した後も、1、2週間ほど便秘が続いてしまうということがあります。便秘の注意点としては、先ほど少しお話ししましたように、抗がん薬の影響だけではなくて、それに加えて、 例えば、がんそのものによる症状とか抗がん薬以外のお薬の影響によっても生じる可能性があることややっぱり便秘が悪化することによって吐き気や食欲不振が生じてさらに腸の動きが悪くなるそういった悪循環が生じてしまって腸閉塞を起こしてしまうことがあります。このようになってしまうと治療を継続することが難しくなります。 つまり下痢のところでもお話ししましたように下痢も便秘も悪化させてしまうことによって抗がん剤の治療の妨げとなってしまうといったことがあります。こちらにお示ししているのは抗がん薬治療のほんの一例になります。例えば、ポルフィリノックス療法というメニューがありますが。 こちらは東1日目にこのイリノテカンというお薬を点滴しますこの薬剤で注意が必要となるのは治療の当初に便秘になってしまうとこのイリノテカンというお薬の代謝物が腸の中に長くとどまってしまって数日後から生じる可能性がある自発性の下痢これを悪化させてしまう原因になってしまうといった背景があります。 なので、治療の当日から便秘にならないようにコントロールをしていくことが非常に重要になってきます。そのために、ここからはあの皆さんがご自身の生活の中で取り入れていただける生活のコツや工夫についてお話をしていきたいと思います。まずは下痢になってしまったときの対応です。こちらは 悪化すすするることを予防する行動が大切になってきます1つ目に下痢で水分が奪われてしまっているような時には脱水を予防するためにあったかいお茶やスポーツ飲料を摂取して水分を補いましょう2つ目は腸に刺激作用のある食べ物は避けるようにしましょう例えばですが香辛料の強い食べ物や脂肪の多い食品乳製品 あとは食物繊維の多い食品ですとかあとアルコール類や炭酸飲料も、えー、腸にとっては刺激となってしまいますあと3つ目ですが、えー、体をゆっくり休めて休息を取りましょう、えー、体を安静にすることで下痢で活発に動いてしまっている腸も休めることができますまた4つ目ですが腹部を温めることによっても腸の前導動運動が静まって 腹痛の緩和に役立つことがあ,りますあと、えー、ぴったりとした衣服は避けて、えー、ベルトを使われる場合はきつ,く締めすぎ、えー、きつく締めないなど腹部を圧迫しないように工夫しましょう6つ目は、えー、お尻の周り肛門周囲を清潔に保つために1日1回でいいのでシャワーやお風呂で肛門周囲を洗浄して清潔に保ちましょう これは白血球の減少の時期と重なると、ちょっとしたお尻のただれや亀裂でも、そこから細菌感染を起こしやすくなるためです。最後に、6つ目ですが、処方された成長剤ですとか、下痢止めの薬、尻剤を指示通り内服しましょう。もう1点。 下痢や便秘の際に共通して異常の早期発見に役立つことは、普段からご自身の排便状況を観察していただいて、いつどんな時に排便があったか、色や硬さ、量血、血液の付着の有無など、そういったことを記録していただくことが非常に大切です。スライドの右側には、当院で実際に使っている、えっと、便の正常を表すスケール表を載せています。 表現の例としてこのスケールでいうタイプ4のお通じが出た場合片手1杯分の排泄があったこういったふうに表現していただくとお通じを実際に見ていない医療者も具体的に患者さんの排便状況をイメージすることができますまた毎日メモ程度で構いませんので記録していただくことによっていつからどんなふうにあの排便状況が変化していったのか していきたいのかというところが医療者と共有できるそういったメリットもあるかと思いますまた便秘に関してはちょっとした工夫によって予防することもできます例えば排便習慣を整えるために1日の中で朝食後などゆとりのある時間帯にトイレでの排便を試みるあとは体調に合わせてお散歩などの適度な運動を行うことも腸の動きを活発にするためにいいかと思います また可能な範囲ですが、えっと、水分の摂取を心がけていただいたり、あと食事は食物繊維の多いものを摂取していただくことで、便秘解消の手助けにもなります。患者さんによっては、えっと、便があの何日も出ないということを便秘だと思っていらっしゃる方も多いと思うのですが、えっと、便が出ない以外にも、えっと、例えば便が硬くなる、お腹が痛い、吐き気がする、実際に吐いてしまった。 食欲が落ちてご飯が食べれないこういった症状も便秘のサインとなってきますこれらの症状が悪化すると食べ物や消化液が腸の中に詰まっている可能性があるので受診が必要になってきますこちらに受診が必要となるサインをまとめていますまず一つ目ですがえっと腹痛や吐き気、腹部の膨満感がある場合です これは先ほどもお伝えしましたように、食べ物や消化液が腸の中で詰まっている、いわゆる腸閉塞であるという状態のサインになります。このような時には受診していただいて、腹部のレントゲンを取ったり、腸の状態を見たりして、場合によってはお食事をストップして腸を休める治療をすることもあります。二つ目は処方されている尻剤を内服しても下痢が持続するといった場合です。 回数の目安として、治療開始前の通常の排便回数と比べて、1日に7回以上、便の回数が増加しているときです。このような場合は脱水となってしまって、命に関わることもありますので、点滴によって水分を補うことが必要になります。最後に、えー、下痢の回数が1日あたりに4回以内と、回数はこうさほど多くなくとも、腹痛や発熱、嘔吐を伴うようなときです。 白血球が減少してしまう時期と重なっているような場合には腸の粘膜が傷ついたり炎症を起こしてしまっていることもあるのでこちらも点滴などの治療が必要となります今ご紹介したようなこういった症状がある時には迷わず病院にお電話していただいて受診をしてください最後になりますがまとめとしてお伝えさせていただきます えっと、抗がん薬によって起こる排便の変化にはえ便秘や下痢がありますが便秘は予防することが大切になります便秘を予防して異常の早期発見につなげるために普段からご自身の排便状況を把握しておきましょうまた下痢による腹痛や脱水などの、えっと、体の苦痛が増強してしまうと、えっと、生活に影響したり あと、便秘の悪化によっても治療の中断やお薬を休薬するといったことが生じてしまうので、そういったことがないように早期から適切な対応を行いましょう。私たち看護師も皆さんのお手伝いをしたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。栗山さんありがととううございいました便、えーまあ、便秘、まあ、肺便コントロールですかねっていうのは意外とこう まあ身をもって感じるところで、まあ、ドクター側もあんまりこう積極的に介入してくださらないところになってくるので、まさに看護師さんがやってくださるのに一番適しているところかなと思います。ここら辺のマネジメントというのは、もう本当に看護師さんとの相談という形でもよろしいんですかね。患者さん側からすると、多分、ドクターに相談しても、あまりこうないがしろにされがちなところだと思うので。 看護師さんがそこを市民になってやってくださるのが一番いいかなとは思ってはいます。池田先生、ありがとうございます。えっと、まさにその通りで。えっと、患者さんによっては、やはり、あの、あまり必要性を感じていらっしゃらない方も。実は、あの、多いですし、えっと、私たち医療者側も。えっと、少し、あの、考えが。考えというか、あまり必要性を感じていない場合も、実、実際にあるのですが。やはり、患者さんにも、あの、ご自身の排便状況を。 えと把握していただいて、えっと、ご自身でケアをしていただく、でそれの、えー、お手伝いをあの私たちが一緒にさせていただくことによって、あの予防ができたりですとか、異常の早期発見にあのつながる症状ですので、えー、ぜひ一緒にあの患者さんと一緒にセルフケアができるように、あのお手伝いをしていきたいと思っていますはいありがとうございました。 はいありがとうございますではあの次の演座の先生に移りたいと思いますはい次はですね、えー、本日初の男性あのプレゼンターですね、えー、リハビリあの理学療法士の原田剛さんですえっ、ー、とテーマは、えー、運動を継続することの大切さということでお話しいただきますとどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします。 リリハビリテーション科のの理学療法士の原田と言います本日は運動を継続することの大切さというテーマでお話をさせていただきたいというふうに思います。私の話は大きく3つでがん治療中に起こる体の変化そしてそこで運動療法をしていただくんですがその実際の効果そしてどういった内容でやっていけばいいかというところで運動療法の実際という内容でお話をさせていただきます。 まずはがん治療中に起こる体の変化について話をしていきますがん治療は様々だと思うんですけれども手術治療薬物療法放射線療法どの治療を行われたとしても筋肉量や体の機能が低下するということが言われています各治療でどんなことが起こってくるのかというところなんですけれども手術そのものの体への影響であったり手術後の合併症肺炎や感染症方向不全などですね その他、手術後の身体症状として痛みや息苦しさ、だるさ、食欲心などさまざ、あ、まなことが起こってくるかと思います。また、薬物療法放射線治療においても薬剤そのものの体への影響や有害事象として血気の減少や痺れ、嘔吐など治療に伴う身体症状として、まあ、痛み、だるさ、食欲心などこちらもさまざまなことが起こってくるかと思います。 まあこういった治療によって直接的に筋肉量や体の機能が低下したりですねあるいは副視的に体を動かす量が低下したりいろんな状態が低下したり、まあ、こういったことが起こることによって日的に筋肉量や体の機能が低下するといったことが起こってきますこの筋肉量や体の機能の低下というのは 初回治療以降の健康寿命や生命後にまで影響する可能性がある,あ,のあるということが言われていてこの筋肉や体の機能を維持するということは初回治療を得た患者さんにとって非常に重要なことであるということが分かるかと思います。これに対して運動療法を行っていただきたいんですけれどもこの運動療法にどんな効果があるのかというところについて次お話を進めていきます。がんの患者さんに対する運動療法というのはさまざまな効果を有しています。 もちろん筋肉量や筋力や体力面ですね。こういったことだけではなくて、不安や抑うつなどのメンタルヘルスの改善、がん治療中に起こってくる倦怠感の改善、がんの患者さんの健康度を反映するような健康関連 QL という仕様があるんですけれども、こちらも向上させるということが言われています。さまざまな良い効果があります。またそれだけではなくて、さまざまな研究の成果から、 がんの患者さんに対する運動療法というのはがん治療後の再発や死亡のリスクを低くする可能性があるというところまで言われていますこのように本当にあがんの患者さんにとって運動療法というのは様々な効果を有していますアスコットと言われる非常に有名な国際的な学会があるんですけれどもこちらのガイドラインにおいても治療中のがん患者さんに対する運動療法というのは強く推奨されています 実際に、が、え、ん、ー、治療、非間中治療、倦怠感ですね、あと体力面とか、あとはえっと筋力と健康関連 QL ですね、あとは不安、やうつなどの、まあ、メンタルヘルスの改善が期待できるというふうに言われていますし、それだけではなくて、有害事象のリスクの軽減も、えー、期待できるということが、ここでは示されています。 先ほどのガイドラインでは治療中のがん患者さんに対するガイドラインだったんですけれども、その他の国際的なガイドラインにおいても、治療後のがんの患者さんも、不服の患者さんを対象としたものでは、運動療法がこちらでも推奨されています。運動療法を実践することによって、長期的な健康状態の維持が期待できたり、あとは死亡のリスクを軽減するということが言われています。このために筋肉量を維持するであったり、 身体活動量をしっかりあの維持していくというところが大事だということが記されています。ここまで運動療法と話をしてきてきているんですけれども、この運動療法というのは障害や疾患の治療や予防のために運動を活用することというふうに言われています。ここまで運動療法のさまざまな効果をお話しさせてもらったんですけれども、とても癌の患者さんにとって重要な介入になってきます。 このようにがんの患者さんにとって運動療法というのは非常に大切ながん治療の一つだということをぜひ皆さんに認識していただきたいなというふうに思います。それでは運動療法の実際に移っていきます。ここでは運動療法の適用とあとリスク管理ですね、あと具体的な内容と運動する際の注意点に分けて進めていきます。 運動療法の適用となる患者さんは、えー、結論から言うと全ての病気の患者さんが適用になります。治療開始以降でまだ体の機能の低下を認めていない患者さんや治療開始以降で体の機能の低下を認めてしまった患者さんそれだけではなくて、えー、がんの進行に伴って身体機能の低下もちょっと進行してきている患者さんや、えー、緩和医療が中心となる、えー、終末期の患者さん全てが適用になってきます。もしかしながら リスク管理を行っていかないと運動も諸刃の剣で効果だけじゃなくて有害化を引き起こす可能性があります。従ってリスクがい低い方においては1人で運動療法を行っていただいても大丈夫なんですけれども、リスクが高い方においては専門家のもとで運動療法を行う必要があります。どういった方がリスクが高い方かというところなんですが、まずは身体機能が低下してしまっている方ですね。 具体的には日常生活上で身体介助が必要な方、歩く際にふらつきを感じる方、歩くスピードが同じ年代の方よりも遅い方、足の力だけで椅子から立ち上がることが難しい方、過去半年間で転んだ経験がある方、しびれによって動作時に不安定感を感じている方などですね。 こういった患者さんは、運動療法に伴うリスクがありますので、リハビリテーションの専門家に必ず相談をしていただいて、運動を行うようにしてください。それとあと、全身状態が不安定な方も該当します。抗がん剤治療中で、血球減少が生じている方や、骨転移が指摘されている方、強い身体症状がある方、痛み、呼吸困難感などですね、意識障害がある方、あまりいらっしゃらない方は思うんですけれども、著しく血圧が低い方。 不整脈や頻脈がある方、熱がある方などが該当します。こういった患者さんは運動療法を行う際は必ず主治医の先生や必要に応じて整形外科の先生に相談をしていただいて必ずリハビリテーションの専門家のもとで運動療法を行っていただくようにお願いします。ここから実際に運動療法の内容についてお話をしていきます。推奨されている運動内容については大きく筋力トレーニングとあと有酸素運動に分けられます。 筋力トレーニングの方では、負荷量は10回から15回、半分不可能な最大強度ですね。なんとか10から15回行えるぐらいの負荷量になります。これを10から15回で1日のうちに2から3セット、1週間のうちで2から3日の内容で行っていただくようにお願いします。65歳以上の高齢な方においても、基本的には内容は同じになってきますね。 なかなか負荷量の設定が難しい方がいらっしゃるかと思いますので、その場合はややきついとあの、主観的に感じる程度の負荷でも OK と言われていますから、負荷量調整が難しい方はこちらも参考にされてください。実際の筋力トレーニングの種類ですね、例えばなんですけれども、ひ、まあ、膝をついた状態で腕立て伏せをしたり、寝た状態で腹筋運動とかですね、寝た状態で片足でお尻を持ち上げたりとかですね。 たった状態でかかとを持ち上げる、あとはスクワットをしたり、寝た状態で足を上げたりとかですね、こういった全身を使うような筋力トレーニングを行っていただくのが望ましいかと思います。続いて有酸素運動ですね。有酸素運動は2つに倍分けをされて推奨されています。負荷量が中等度の場合は1週間のうちに150から300分ですね。 あるいは公共度であれば1週間当たり75分で行うことが推奨されています。どちらの負荷の方がいいかというところなんですけれども先行研究では、高負荷の方が運動の効果であったりとかその後の死亡リスクの軽減にもつながるということが言われているので可能な患者さんは公共度で行っていくことが望ましいかと思います。65歳以上の高齢の方においてはちょっと内容が異なってきます。 中等度の場合は1回あたり30分で1週間のうちに5日間行ってください。また、高強度の場合は1回あたり20分で1週間のうち3日間で行うようにしてください。具体的な中等度と高強度の運動の内容についてなんですけれども、中等度の場合はウォーキング、サイクリング、水泳のクロール、ゆっくりだと思うんですけれどこちらの内容は。 階段の上り降りや農作業などといった内容になってきます高強度の場合はジョギングや登山、テニスや縄跳びこういった運動が該当しますただ連続して20分30分いきなり動くのが難しいという方も中にはいらっしゃるかと思いますそういった患者さんの場合はまずはあ10分で運動を進めてみてくださいあの実際厚生労働省の方でもプラス10というあのことが言われていて ちょっとした運動ととととししてててて10分歩いいいみみたたたりりかかですすね移動動、まあ、そういったことが推奨されていますで運動を行っていただくにあたって、まあ、注意点なんですが65歳以上の高齢者では特に転倒に注意をしていただくようにお願いしますそして先ほどあの与田先生からもありましたようにしっかり栄養をとっていただいてであと脱水にならない水分もしっかり補給していただくようにお願いします この転倒なんですけれどもあの、とても危険ですね。えっと、骨折や入院、それだけではなくて、が、え、ん、ーまあ、治療の中断に影響を及ぼしてしまったりとか、あとは健康寿命、生命をここにまで影響が及んでしまうということが言われていますので、注意をしてください。ですので、運動される際は滑りにくい場所で、えー、明るい場所で、かかとのある靴を履いていただいて、壁や台に手をつける環境で安全に行ってください。 ここまでで私のお話はおしまいになります。ここまで、がん治療中に起こる体の変化、さまざ、あ、まなことが起こって、筋肉や体の機能が低下するということをお話ししました。それに対する運動療法の効果ですね、さまざまな効果があることが言われています。で運動療法の実際として、適用は皆さんが適用に、どの病気になる患者さん皆さん適用になります。ただし、リスク管理をしっかり行っていただくことが重要です。 内容としては筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせて行っていってください。注意点としては転倒や栄養不良や脱水などに注意をして行っていってください。運動療法は何度もお話ししていますけれども、大切ながん治療の一つだというふうに言われています。なので、今日の話を聞いていただいた方は、ぜひリスク管理をしていただいた上えで、運動療法を実践、継続していただきたいなというふうに思います。 以上とととなりりりままます。ごごご聴ああががううざざいいしした。た、はい。原田さん、運動療法最近よく言われておりまして治療成績の改善につながるということはよく言われてきてますので、えー、ぜひ取り入れていただきたいなとは思うんですけれどもちょっと聞いていて若干やっぱりきついかなっていうぐらいの運動療法かなって正直思って聞いてたんですけれどもプラス10っていうのは一つのいいアドバイスなのかなと思って プラス10ぐらいからまず始めないと多分今のがん患者さん結構高齢化してるっていうところを考えると先生がご指,摘ご指示いただいたような運動療法まだやれてない人の方が多いんじゃないかなこれまでもやったことがないみたいな人が多いかなって思ったんですけれどもどうですかそういったところに対するなんかアドバイスあんまりまだここまでやったことがないような人に無理くりさせるのはちょっときついかと思うのでなんかそ,うそれくらいの人のアドバイスみたいなのがあれば教えてください。 ごご質問ありがとうございます。おっしゃるりあり、いきなりさっき推奨されている運動療法を一気にやってしまうというのは結構大変なことだと思います。なんで、先ほどお示しした通り、まずは10分からということで、有酸素運動では軽い運動で10分ぐらいの短い運動をトータルで頻度を高めて稼いでいただくような形で運動をしてもらうのがいいのではないかなという,ふうに思います。筋力トレーニングの方もさっきお示ししました。 内容だと、まあ、結構負荷量が高い運動になってきますのでさっきあの片足で運動してくださいとかそういった写真はあったんですけれども、まあ、両足で行っていただいて少し負荷量を抑えたりとかあとあの、えっと、具体的な内容だとホームページで、えー、厚生労働省であったりとかあとあの健康聴取の方でもいろいろ高齢者に対するう、まあ、運動の内容が案内されていますのでそちらも参照にしていただくのがいいのではないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございます。いろいろ質問来てるんですけれども、ウェブ上で回答していただく形にしたいと思いますので、先に進めたいと思います。えー、原田先生、どうもありがとうございました。 い、ありがとうございます。今、池田からもお話ありましたが、寄せられた質問、まずはちょっとウェブ上で回答させていただくということと、あとその回答が、ですね、きっと参加者の皆さん全員ちょっと共有できないかもしれないので、後日、アーカイブ配信の際にそのあたりも共有できるように工夫をさせていただきますので、ぜひお気軽にご質問ください。では次のテーマに移りたいいと思います。 次の演者の先生は、えー、と緩和医療科の医師の小杉和弘さんです。えー、テーマは初めてみようセルフケア痛み日記の進すすめということになります。先生、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。緩和医療科の小杉と申します。今日は初めてみようセルフケアということで痛み日記のことを中心にお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 えとですね、まず、まあ、今回お聞きいただいている皆さんのテーマとして、まあ、初回治療を終えてということで、えー、これまで病院で ご入院されて化学療法を行われたりですとか放射線治療のために通院される今後、通院される方ですとかあと手術が終わってです、ね、経過観察される方などさまざまな方がいらっしゃるかなと思います。えー、まあ皆様に共通している点としては多くの方がご自宅で今後過ごされていくのかなと思うんですけれども、えー、まあ病院でご入院されてた後とということを想定すると、まあ、病院とご自宅でのご違いって 何かなと皆さんちょっと想像していただければと思うんですけれどもどうでしょうかねまあいろいろ環境が違うというまあ大き,い大きく言ってしまうとそうなんですけれどもいろいろあるとは思うんですが、えー、まあやっぱり一番の違いとしてはですね周りの病院ではですね多くの医療者が皆さんのサポートをしておりましてですね、えー、いろんな人の目がこう、えー、見ているというところが一つ違いかなと思います。 お医者さんだけじゃなくて看護師さんですとか、えー、歯科医師さんですとかリハビリの先生ですとか皆さんがですねサポートしてくれるわけなんですけどお家に帰られるとですねその目はですね、まあ、ご本人だとご家族様が頼りになってきますなのでまあ皆さんで協力してお体の体調とかお体の調子とかをですね見ていかなければいけないわけですねでそうなってくるとですねまあこう,こういったのをですね えーまあ、セルフケアと言っておりまして、まああの、今の体の変化ですとかに気づいてです、ねあ、今はこう薬を飲んだ方がいいのかなとかいや、これは病院に連絡して相談した方がいいのかななんていうことをです、ねえー、医療者が身近にいないので、こう自ら対処していくことが必要と言われておりますこういうのをセルフケアと呼んでおります。 えーまあ、いきなり1、ね、人でやると大変なので、もちろんそちらをうまくできるように周りのご入院中からこう,こういうことをやってくださいとかお話ししてです、ね、皆さん多分お帰りになっているかなとは思うんですけれど、大体の方ですね、まあ、お家帰られてからの様子を、ね、お伺いするとです、まあ、外来で皆さん絶対聞かれると思うんですが、調子はいかがでしたとお聞きするとです、ね、大体の方がはい大丈夫でしたと答えていただくんですけれども、 まあそれを後ろで聞いているご家族がですね全然大丈夫じゃなかったでしょうと。 いうふうにこう顔を青ざめてよだれていることが多いです。あのこれは別にあのご本人が答えてご本人がこう悪気があって言ってるわけじゃなくて、本当に忘れちゃってるわけでもなくてですね、これはもうどうしてもしょうがない。人の記憶は曖昧なので、この1週間、あるいはこの2週間何が起きたかって正確に記憶しておくことってのは結構難しいんですよね。なので、もうそうなってしまうのはもう仕方ないというふうに思っていただいて、 むしろですね、お家でのご生活でどんなことがあったのかというのをですね、覚えておくにはですね、あ、ごめんなさい、痛みを例にするとですね、どうしても痛かったという記憶は残るんですけど、それがどんな状況だったかというのを忘れてしまうことがあります。なので、まあ、そういったあ何かお体に変化があったときのことを覚えておくにはどうしたらよいかというので、お勧めしたいのが、日記やメモをつけるということです。 ございますなのでまあそこをですねこれからどんなふうにやったらいいかということをご説明させていただきますまずまあごめんなさい利点としてはですね、えー、痛みが起こった時の正確な状況がわかるとですねどんないいことがあかって痛みの原因が想像しやすくなります例えばですね左腕が痛かったというだけの情報だとですね どんな時ですかどういうふうに痛かったですかとこちらはいろいろお聞きするんですけれどもその時の状況そのもう例えば来た時にもう痛くないとですねあれどんなだったかなというお話になっちゃうんですがメモでですね例えば肩から肘までビリビリとしたなとかそういうことが残ってるとですねあじゃもしかしたら神経から来る痛みですかねなんていうことが あ分かってですね、えー、お薬の方がじゃこういうのをやってみましょうとかいうことがご提案がしやすくなります、えー、次他の利点としてはですね痛みの経過や変化が分かるようになります、えー、変化のパターンが分かるとですね例えばこういつも夜寝るとき痛いなとかあるいは朝起きるとき痛いなとかですねそういった決まった時間に痛いという方が結構いらっしゃるんですねでそうするとですねまあ,あお薬がやっぱり 一日何回か飲んでいただいてるんですけどやっぱり朝の時間って一番飲んでから夜まで時間が空いちゃうのでそのせいで痛いんじゃないかなとかいうことが分かりますしまたいつも外出するといつも痛くなるんですよねなんてお話をお伺いするとですねあもしかしたらちょっとお体にこう歩いたりとかするとこう負担がかかりますのでそのせいで痛くなってるんじゃないかなと。 そしたら、じゃあ、痛み止め、もともと持っているものを予防で飲んでみ、外出される前に予防で飲んでみたらいかがですかなんていうふうに、ちょっと提案がしやすくなったりしてですね、どんどんとあのお薬のうまい使い方がご提案がしやすくなってきます。なので、まあ、ぜひそういったところがあり、あまた利点かなと思うんですが、まあ、これがあと次が一番の利点かなと思うんですが、 皆さんやっぱりこういらっしゃるとですね、頭がこう真っ白になっちゃうと言われるんですけど、聞きたいことを忘れちゃって、えー、大丈夫です。で、終わってあ、あれ聞き忘れたなんてことが多いかなと思います。なので、メモがあるだけでですね、要領よくこれは聞きたかったんだということがお伝えすることができますので、ぜひあの使っていただけるといいのかななんて思います。で、まあ、コツとしてなんですけれども、あのまあ、 いきなりですね、毎日つけようとすると、多分皆さん疲れちゃってできなくなってしまうと思いますので、毎日つける必要がありません。と、えー、いうことが一つと。で、またメモもですね、メモやノート、病院や薬局で配っていたりもしますので、そちらをぜひ活用いただくといいのかななんて思ったりします。いくつか例をお示ししますと、痛みがあったときの変化ということで、これはまあ、あの、 えー、時間ごとで,です、ね、痛みの強さを記,記録できるノートですねで、どんなものを飲んでますかということとか、痛いときどういうのを追加しますかなんていうのが書けたり、あと痛み止めってです、ね、どうしてもちょっとこう、便秘ですとか吐き気とか,眠気と,か眠気といった副作用が出てきますので、こういうのはありましたかっていうのを一緒に書いてくださるとです、ねえー、お薬のせいで悪さしてないかななんてことがすぐ分かります。 あとは、気になったこととか、そういうのをです、ね、こう下にメモしておいていただくと、先ほどの痛みの変化やパターンが分かりやすいかなと思ったりします。こちらのノートはです、ねえー、まず夜眠れましたかとか、痛み何点ぐらいでしたとか、痛みがどういうとき出ましたみたいなのもです、ね、記録していただくと、こちらもこう想像しやすいかなということと、飲んだ時間とかも書いておいていただけるようなノートになっております。 こちらも副作用のこここととも書けたりすす。るののので、うういいういいかなと思いますでこちらのノートはです、ねえー、飲んだ時間がこう1日のこう日付で書けるようになっていますので、まず定期的に飲んでいるお薬の時間をこう忘れずに書くということができるので、あ飲んでなかったなんていうことにも気づけるかなと思いますし、追加で飲むお薬の時間の記録もできるので、大体い,い,いつもこういう時間に飲んでますねなんてことが分かりやすくなったりするかなと思います。 なので、まあ、こういったものをぜひ活用いただけると、えー、病院や薬局でお渡しいただけるものになりますのでいいかなと思います。 で特に化、まあ、学療法中の方ではですね、今まで痛みのことを中心にご説明させていただきましたけど、さまざまな副作用の症状を経験される方が多いと思います、ね、だるさですとか吐き気などですね、でまあ、こういったものをですね、先ほどのノートだけで書くのはちょっと大変なので、どういう意味では、いろんな症状が記録できる記録表をお渡ししているので、そちらをちょっと例にお示しますと。 まあこんな形でですね、この日にこういう血圧とかあの体温とかだるさこんなもんでしたとかですね、えー、こういった症状が出ましたなんていうのを困るとか、そういったもので記録できるようなものになっております。で、こういったものを書いていただくのはですね、やっぱりこう副作用って出る時期が決まってるんですね。なので、この時期に出てるのがこういう症状でまあおかしくないかなというところ。 が分かったり、あるいはちょっとこの時期に出るのは珍しいなということが気づけたりしますので、まあぜひこういった記録をしていただけるとご治療に非常にいいかなと思います。で、こういったどういうとこういうことが起きたときにも対処法というものもあの表の方に記載しておりますので、まあこちらも参考いただければと思います。 はい、ぜひまあ、医療者や周りの人と一緒に考えてですね、えー、精神的、身体的にも精神的にも良い状態を保て、保ちながらご治療が続けられればと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、小杉先生ありがとうございました。えー、確かに日記をつけるとかメモをつけるというのは非常に重要なことですよね。まあ、意外と、えー、皆さん何も1週間つけてないで。 その場にパッとドクターと面談するとどうしてもやっぱり忘れてて先生おっしゃるように確かにみんな元気だったとか大丈夫でしたって答えるんですけれども隣で家族がんっていう嫌な顔をしているのはよくあるかとかなと思いますありがとうございますこの日記に関してなんですけれどもどの病院でもこういう日記っていうのはな提供していただけるようなものなんでしょうか。 ごめんなさい、まあど、全ての病院でかどうかはちょっとあれなんですが、多、ま、く、あの,のがんセンターのところあがん、がんを担当される病院とかは作られているということをお聞きしておりますし、あと、病院でもしなければです、ね、薬局の方とかでもです、ね、特定のお薬を使われる方へのパンフレットをお渡しいただけるとお伺いしておりいただけるようですので、ぜひそういったものをご活用いただければと思っております。 はい、ありがとうございます。ぜひ患者さんが家族の方でもいいので、こういうのをつけていただきたいなと我々も思います。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、あの次の先生に移りたいと思います。次は薬剤師の末永渉さんです。 えと末永先生のテーマは、抗がん薬治療と上手に付き合い、継続するための心得ということでお話しいただきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします国立がん研究センター東病院の薬剤師の末永と申しますえっと私からは、抗がん薬治療と上手に付き合い、継続するための心得ということでお話をさせていただきます まず、抗がん薬治療をして発言した副作用の対応の例、そして2つ目としましては、治療中の記録と相談窓口についてお話をしていきます。まず1つ目の副作用への対応の例です。えー、皆さんはいざ抗がん薬治療を進められた何を考えましたでしょうか私があの患者さんとお会いしたときによく聞く、えー、お話としましては、えー、抗がん薬といったら副作用がきついんだよなとか、どんな副作用が出るか不安だなとか。 吐き気とかすごいんだろうなとか、副作用が出ないようにどんなことすればいいんだろうという話をよく伺います。こちらは国,国立がん研究センター中央病院ホームページの生活の工夫カードを参考に作成いたしました。抗がん薬による副作用の例としましては、爪の変形や脱毛、手足のしびれ、食欲の低下や口内炎、便秘下痢、味覚の変化など様々です。 この中で食欲の低下や先ほどの栗山さんからもちょっとお話があったんですが、便秘について比較的お薬を使用することでコントロールしやすい副作用についてお話をしていきます。まず、おしん、おうと、食欲の低下についてです。まず、おしんとは気持ちが悪くて吐きそうな感じ、いわゆる吐き気ですね。あと、おうとに関しましてはこちら、食べたものを戻すことと言われています。 発疹音の強さに関しましては急性と自発性がありまして急性に関しましてはお薬投与してから大体24時間以内に起こるもの、自発性に関しましては投与してから大体徐々にちょっと強,強さが出てきて5日から1週間以内に落ち着いてくるような危険なことを言います。 吐き気の出やすい抗がん薬としましては、すごく出やすい高度サイトリスクと言われるものですね。こちら乳がんのドキソルビシンとエンドキサンというお薬を使った治療法や、さまざまな岩礁で使われるシスプラチン、またリンパ腫などで使われるダカルバジンなどが該当いたします。また出やすい中毒リスクと言われる抗がん薬としましては、カルボプラチンやイリノテカン、オキサリプラチン、飲み薬でいうとイマチニブ、レンビマ、ローンサーフなどが挙げられます。 おしんなどは我慢せずに抑えていきましょう。使用する抗がん薬の吐き気のリスクに応じて予防的に吐き気止めを使用します。アプレピタントカプセルや注射のパロノセトロンやグプニセトロン、ステロイドのデキサメタゾンや最近比較的よく使われているオランザピンなどもあります。予防的な吐き気止めは症状がなくても決められたものを指示通りにしっかり内服しましょう。 しっかり予防の内服をしていても、どうしても気持ち悪さとか出てくる場合があります。もし手元にノバミン、ドンペリドン、メトクロプラミドなどお薬をお持ちでしたら、こちらのお薬に関しましては1日3回程度使用できます。また、食事に関係なく使用できますので、食事前に内服すると、食事が比較的取りやすくなる場合もあります。我慢せずに使用していきましょう。 なかなかお薬で,です、ね、あの食事のコントロールなどできない場合には栄養剤の処方などもありますので気になったときにはあの処方など医療者に相談してみてください。また処方がなくても薬局ドラッグストアにも栄養剤などがあります栄養剤などに関しましては、えー、と栄養士さんもすごくあのよく知られていますのであのご相談いただければと思います。ままた食欲が落ちても水分はししっかり取りましょう それでも無理な場合には病院へご連絡してください。次に便秘についてです。えっと、先ほどもあの栗山さんからお話ありましたが、実はの便秘の定義ですね、こちらあの様々です、えー。ものによっては3日以上排便がないだとか、あと抗便、あと残便感があるなど、本当に様々です。本人に全く苦痛がなく、日常生活に支障がなければ、基本的には処置をする必要がないと言われています。しかし、便秘をそのままにしてしまうと、免疫機能の低下が、 起きてしまったり、大量の便が直腸に溜まってカチカチになってしまうような糞便削減症や肛門に負担がかかってしまい、母腰、切れ痔などが起こることがあります。抗がん薬治療をされている方の便秘の原因例としましては、そもそものお薬、抗がん薬による便秘として、オンコ便やロゼウス、パクリタキセル、ドセタキセルなどがあります。抗がん薬以外のお薬としましては、医療用麻薬などの痛み止めやパロノセトロン、グラニセトロンといったような吐き気止め、 こちらで起こる場合がありますし、お薬の副作用でだるさとかがあって、運動量が不足してしまったり、過度の緊張やストレス、食事、水分量摂取の不足なども挙げられます。次によく見られる下剤のお薬だけ少しだけ説明させてください。酸化マグネシウム、こちら水分を保持する作用があるため、腸内に水分を保ち、便を柔らかくするタイプのお薬です。 そして線の指導、ピコスルファートに関しましては、腸に刺激を与えて、腸の動きを活発にして、肺便を促すお薬になっております。ピコスルファートに関しましては、水分を含ませ、便を柔らかくする作用もあると言われております。特にあの内容液に関しましては、適数で調節しやすいといったメリットもございます。水分はしっかりとっていきましょう。ここであの抗がん薬治療の際によく伺う質問をいくつかお話しさせてください。 市販の薬とか漢方薬、サプリメントは使っていいのとか、味覚が変わってきたけど戻ってくるのとか、副作用のしびれとか脱毛、こちらは戻ってくるのっていう質問をよく伺います。基本的にあの使用しても問題ないことが多いんですが、場合によっては相互作用と言われるものがあるため、使用したいときには必ず医療従事者に相談してください。 また、えーと、味覚に関しましては抗がん薬が直接影響している場合の味覚異常であれば、一般的にお薬が終了したら改善することが多いです。脱毛に関しましては、回復まで個人差がありますが、徐々に戻ってきます。えー、若干あの毛、えー、毛の質感が変わったりだとか、太さが変わったりということは、えー、とあります。 また、えー、しびれは改善に時間がかかることもありますので、特にあの症状がしびれの症状がひどい場合、ですねあの、なかなかお結構お時間かかってしまったりだとか、完全に回復しない場合もあったりしますので、症状がひどくなる前に、医療者にお伝えしていただければと思います。次に治療中の記録と相談窓口についてです。現在では新しい抗がん薬がどんどん開発、えー、承認され、患者さんに提供されています。 新しい作用基準、組み合わせなどで出てくる副作用がどんどん複雑になってきているのが現状です。従来の抗がん剤のように、がん細胞や効果も高いが、えー、正常な細胞にも作用するような刺細胞性の抗がん薬、が、え、ん、ー、細胞へ局所的に作用するような分子標的薬、また、が、え、ん、ー、細胞をやっつけようとする、えー、免疫ですね、免疫にブレーキをかけているところ、そのブレーキを取っ払ってあげるような免疫チェックポイント阻害薬などがあります。 特に比較的新しい基準のこの免疫チェックポイント阻害薬なんですが、えっと、ここにお示ししますように、えー、様々な副作用が報告されています。まれではありますが、やはり1型糖尿病や間質性肺疾患、えー、大腸炎や甲状腺機能障害、副腎機能障害など、本当に様々です。 実はこちらの副作用ですね、いつ何がどこで起こるかがわからないとされています。そこであの治療日誌や治療記録表、緊急対応の窓口についてお話しさせていただき、その後あのかかりつけ薬剤師というものをちょっとご紹介させていただきます。こちら、メーカー作成の治療日誌なんですが、こちら、お薬の飲み忘れがないかチェックしやすい仕様になっています。 また、メーカー作成の治療日誌には、それぞれのお薬に出やすい副作用が記載されているため、副作用の出現がないかという確認がしやすいというメリットもあります。こちら、先ほど、緩和医療科の小杉先生も少しご紹介されたものなんですが、当院では記録表、こちらをお渡ししています。記録をつけて医療者に見せてください。また、ご自身、通われている病院でも、もし記録表などあれば、ぜひ利用していただければと思います。医療者とのコミュニケーションツールとして活用しましょう。 また、記録表に関しましては、スマートフォンのアプリとかでもありますので、あのご検討いただければと思います。あの次にあの、副作用があった場合の連絡先としまして、当院においては、外来科学療法ホットラインというもの、こちら、電話対応は通院治療センターを担当している看護師、薬剤師が行っています。緊急性がある場合、必要時は担当医の確認の上、ご返答しております。 ぜひ治療している病院の緊急連絡先については把握しておきましょう。次にかかりつけ薬剤師というものをお話しさせてください。こちら、かかりつけ薬剤師とは、薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知識と経験を持ち、患者さんや生活者のニーズに沿った相談に応じることができる薬剤師のことを言います。 メリットとしましては、1人の薬剤師が1人の患者さんを1か所の薬局でまとめて、お薬の管理をそして継続して行うことが一つ目、二つ目としましては、電話対応などをすることで24時間対応できるようになっています。また、処方医や医療機関との連携する機能もありまして、病院の薬剤師とも連携することがあります。 かかりつき薬剤師の探し方なんですが、まず一番最初にご自身が行きやすいかかりつき薬局を決めてください。そこで国が定める一定の要件を満たした薬剤師の中から1人指名し、窓口から窓口で申請して、説明を受け、問題がなければ出された同意書に署名することで完了となります。注意したいのは、複数の薬局から数名選ぶことはできません。薬局薬剤師側からかかりつき薬剤師の件について声がかかることもあります。 そしてよくあのこちらもですねあの、患者さんからよく聞く質問ではあるんですが、どの程度で連絡していいかわからないと言われることがあります、えー。基本的には気になる症状があれば、どんな場合でもご連絡していただいても構いません。もし、えー、お薬のことで聞きたいんだけど、なかなか病院に連絡がつながらないとか、次の受診のときに相談でもよさそうだけどなどあった場合には、一度かかりつけ薬剤師に連絡するのもありかと思います。えー、相談を受けたかかりつけ薬剤師は、 対応策を提案するだけではなくて、必要時には病院への連絡を促してくれたり、急ぎでなければ症状やお悩みなどを病院へ情報提供してくれたりもします。こちら、最後のスライドになるんですが、私が大学の頃ですね、教授からよく言われた言葉がありまして、薬は逆から読むとリスクだよとよく教えていただきました。 確かに薬はですね、多かれ少なかれ副作用が出ることがあります。特に抗がん剤による副作用は頻度が高めかと思います。ですので、病院から提示された予防はしっかり行ってください。また、副作用が強く出てしまうと、治療が継続できなくなることもあるため、症状があるときには我慢せずに早めに伝えてください。そして一番大事なのは、困ったらすぐ相談してください。 以上になります。ご成聴ありがとうございました。はい、ええー、背先生ありがとうございました。確かに薬、えー、効果と副作用リスクがもう本当にセット背中合わせになっている状態だとは思います。えっ、ー、とその中で今日ちょっと、えー、皆さん、えー、お気づきかと思いますけどかかりつけ薬剤師、えー、この制度について。えー 多分あんまり知られてないんじゃないかなっていうところがあると思うんですけれども、要は何かあったときに相談に乗ってくれる窓口みたいなものがもう一つできるみたいなイメージですかね。ご質問ありがとうございます。あ先生、おっしゃる通りで、一つの窓口と考えていただいて大丈夫かと思います。でまたあの あの結構やっぱり認知度まだ低いみたいであの研修に来ていた薬局の薬剤師がいるんですけども薬局の薬剤師さんにもちょっとあの今回お話かかりつけ薬剤師についてちょっとあのお聞きしたところやっぱり認知度低くてこちらからあのかかりつけ薬剤師どうですかみたいなあのことを聞くことは多いっていうことは聞きましたそうするとおそらく、えー、まあ各病院で直接先生に聞くにはちょっとっていうような時に かかりつき薬剤師さんとかに少し相談乗ってもらうということはありな感じですよね。そうですねあの。急ぎでなければ薬局の薬剤師さんとかもあのトレーシングレポートというものですね。こちらの病院の方にファックスとかしていただいていることもありますので、そちらの主治医の先生などに情報提供とかさせていただいているので、本当にありだと思います。はい、ありがとうございました。よく勉強になりました。ありがとうございます。 はい、先永さんありがとうございました。はい、あの皆さんたくさんの質問あのまた Q&A に入れていただいてありがとうございます。あのまたあの今の演者の先生から回答させていただきますで一点だけですねあの本当にこのセミナー手作りでやっている関係で。 Q&A で回答したところあの回答者の名前が大津院長の名前になっているということになっていますがあの申し訳ありませんあのちょっと手作りセミナーということでご容赦くださいあのきちんと回答はあの各セッションの演者の先生からあのものから回答させていただいてますのでご安心くださいではあの次の先生にあの移りたいと思います次はです、ね、公認心理師の添島沙耶さんからお話をいただきます テーマは、ホッとできる時間の作り方になります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。精神使用科、公認心理師、臨床心理師の添島と申します。今日は私の方から、ホッとできる時間の作り方としまして、今日からご自宅でできるリラックスの方法についてお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。患者さんとお話しする中で聞く言葉について少し挙げてみました。 やっぱりこう体の症状で副作用ってどのくらい続くのかなとかこの先誰に相談していけばいいのかなっておっしゃる方ももちろんいらっしゃいますし治療が始まったからこそこの先どうなっていくんだろうとか再発しないかなとか治療の効果がしっかり出るのかなという方もいらっしゃいます。 あとは生活の中で何もできてない一日一体何をしてたんだろうって思われる方もいらっしゃいますし前向きに取り組むってどう考えていけばいいのかなっておっしゃる方もいらっしゃいます。こういった心の変化っていうものは皆さん生じうるものなんですけれどもまず一つ押さえていただきたいポイントがあります。 やっぱりこうバッドニュースと言われる、もちろんがんの診断ですとか、場合によっては再発のお話ですとか、あとはこご自身の生活を根底から変えるようなお話、そういったこう心に負担がかかるようなお話を聞いたときは、大体2週間ぐらいはやっぱりこう気持ちが落ち込んだりですとか、一時的に眠れなかったり、食欲が出なかったりといった反応が起こります。これは誰しもが起こりうる反応と言われています。 ただ、この2週間経過しても、やっぱりこうなかなか気持ちが持ち上がってこないといった方の中には、適応障害やうつ病といったものを呈する方もいらっしゃいます。何らかの精神障害を抱えている方は30%程度いると言われていまして、決してご自身の心が弱いということではないということを知っていただきたいです。 この時のポイントになりますけれどもまずは誰もが経験する経過であるということを知っておくだけでも安心感につながってきます。まあ、によっては誰かに話してみることで少しでも気持ちがすっきりする方もいらっしゃいますしこの時は適切な情報にアクセスをするということも大事になってきます。 ただし、先ほど申し上げたように2週間ぐらい経ってもなかなか状態が改善してこないといった方に関しては医療スタッフに相談してみていただけたらと思います。 治療中や治療終了後の悩みに対してどのように対処をされているかということになるんですけれどもやっぱりこう治療中は治療に伴う症状や症状への対処についてももちろん悩みとしては挙げられていますけれどもお仕事や家庭のことまた体力が落ちてしまってなかなか生活のことがままならないといった日常生活への影響も挙げられています。 こんな時、がん患者さんの皆様はどんなふうに対処しているかといったところの研究ではやっぱりご自身で自分自身で解決するってお答えになったことが多いということが言われています。ですのでセルフケアを高めていくというのが非常に大事になってきます。 こういったセルフケアを高める上で心理的苦痛や症状への対処として認知行動療法と呼ばれる考え方に基づいた対処法の有用性が示されています。ですのでここでは認知行動療法の考え方について簡単に説明させていただきます。私たちはストレスを感じたときに認知や行動面への変化ですとか身体症状 感情の変化といったものがそれぞれ悪循環を起こしてしまって不安が大きくなったり混乱が強くなったりするということが言われています例えば芸能人のま癌に関連したニュースを見たとき私も再発するかもしれないとかなんで私ばっかりこんな目にあるんだろうとかそういった考え方が自然に浮かんでくる方もいらっしゃるかもしれません そうするとだんだん不安になってきてイライラしてきて恐怖心を覚えたりして落ち着かなくなる方もいらっしゃるかもしれませんそんなことを考えたり感情の変化を感じると息苦しくなってきたりドキドキしたり体の変化といったものも出てきますそういったことを感じるとインターネットで闇雲に検索をしてしまったり部屋に閉じこもってぼーっとする時間が増えたり そういったことで、よりこう悪い情報を目にしてしまって、私も再発するかもといった考えを強めてしまったり、部屋に閉じこもることで何もできなかったという別の、そういった不安が生まれたりといった悪循環にはまることが言われています。ですので、認知行動療法の考え方では、この悪循環を断ち切りやすいところから断ち切ってまあ、いい循環を生み出すといった方法になります。 ここでのポイントとしては不安をゼロ、全くなくすということは難しいかと思います。ですので、ここではバランスをとるということが大事になってきます。バランスをとるというのは不安とうまく折り合いがつけられるですとか少し不安から距離を置きたいなと思ったときに自分で距離が置けるようになるコントロールできる感覚ですとかあとは今大事なことに目が向けられるようになるといったことになります。 では、こういったことを大事にするためにできる工夫点について、2点、私の方から説明させていただきます。まず1点目の日常生活のペース作りです。 私たちは、おりこと、がん患者さんの多くは、体の症状ですとか、やっぱりこう制限される生活もある中で、必要な活動、主に一食中のところばかり、目が向きがちですけれども、やっぱりこう生活する中では、自分のやりたいこと、少しでも安心できるような行動というのも大事になってきます。そういったペースを作っていくことが、非常に生活を送る上で大事になってきます。そののためのポイントとしては まず、それぞれの必要な活動、自分のやりたいことの活動、それぞれに優先順位をつけてみる、そしてその優先順位を体調の変化に合わせてペース配分ができるようになる、そして自分の生活のパターンを知ることができるといったこの3点がペース作りにおいて大事になってきます。まず、この優先順位を立てるというところに関しては、必要な活動、自分のやりたいことについてそれぞれ書き出してみましょう。 この時必要な活動に関しては本当に今やる必要があることなのか場合によっては他の人に任せられないかっていうのを考えながら書き出してみてください自分のやりたいこととしては旅行とかスポーツとか活動的なことも大事ですけれどもおうちでゆったりできるようなことも含まれているかっていうのも考えてみてください あとは旅行に行くっていうのは難しくても例えば旅行の計画を立てるとか普段の散歩のルートを変えるっていうだけでも気分転換になることがあるかもしれませんそうしたこう工夫すればできることがないかっていうのも考えながら書き出してみてくださいそうしたこう活動のパターンを知る上でペースを作る上で活動記録表というものが役に立ちます 活動記録表というのは普段やっている活動その時に感じたことその時の感情の変化というものを一度書き出してみることです。この時に比較的活動ができる日やっぱり治療の後でいつもよりゆったりとやったほうがいい日ちょっと体調が悪い時や休むことに専念した方がいい日とパターンを分けてその時にやっている活動について確認してみましょう。 これを確認する際は、やっぱりエネルギー切れを起こさないように、こまめに充電できるような活動が入っているかというのも確認が必要です。例えば、この表で言うと、この方は11時からテレビを見るという何気ない行動であっても、まあ、落ち着くという感じが得られているということです。ですので、この方にとって11時からテレビを見るというのは非常に大事な活動といえます。 例えばこう体調が悪いときに掃除機をかけるのがいつもより遅くなっちゃったとっいうときは、かけ終わってからテレビを見るのではなくて、もう11時になったからテレビを見る、落ち着く時間にするといったふうにメリハリをつけて計画を立てていくのが大事になります。続いて2点目についてになります。2点目については、ご自宅でできるそのときの不安からの抜け出し方についてお話しさせていただきます。 不安からの抜け出し方はリラクセーション法といわれる心理療法があります。これは緊張とリラックスのバランスを整える方法と思ってください。意図的にご自身でリラックス状態を作り出すことで緊張状態を生じにくくすることができるようになります。いくつか方法があるんですけれども、一番ベーシックな呼吸法については簡単に説明させていただきます。 リラクセーションを取り組む際は緊張しているときや混乱しているときに急にやろうとするとなかなかうまくいかないことも多いですのでリラックスしているときに練習を始めていただくのがいいかなと思いますよく患者さんがやっていただく時間は寝る前ですとかお風呂に入った時間などは効果的に感じられるかと思います気になる予定は済ませていただいたり体を締め付けるものなどは緩めていただいたりしながら取り組んでいただくといいかなと思います 呼吸法はよく聞いたことがあるかもしれませんけれども3つ数えて鼻から息を吸ってぐっとお腹で息を1秒間ほど止めていただいて口からゆっくり長く息を吐き切っていただく方法になります。こここのの時のポイントは、吸うととよりも長く吐くく吐を大事にしてください。 もしいろんな考え方が浮かんでしまう方は数を頭の中で唱えるだけでもその考えから切り離すことができるようになりますので数を数えながらやっていただいてもいいかもしれません息苦しさを今感じていらっしゃる方は無理のない範囲で取り組んでみてくださいでは最後にマインドフルネスって言われることについても簡単にご紹介させていただきます 私たちは普段あの時検査していればとかもっと早く気づいていればと過去のことを振り返ったりこの先どうなるのかな検査結果今度行ったら悪いのかなといったこう未来のことを考えたりしてしまって気づかないうちにどんどんこう脳を消費してしまっているんですねこの脳のエネルギーを消費していってしまうとうますますストレスをため込みやすくなってしまって自分自身が不安を生み出してしまうという状態にはまっていきます。 ですので、マインドフルネスは今ここにいることに意識を向けて、そういった現実をあるがままに感じ取ることで、そういったことから抜け出す方法になっています。取り組みやすく、私が一緒に患者さんとやっている中でも、皆さん結構これやるといいんだよねっておっしゃっていただく、マインドフルネス瞑想についてお話しさせていただきます。今、多くの方が座ってらっしゃると思うんですけれども、楽な姿勢で座っていただきまして、 背筋は伸ばしていただいて、肩の力は抜いてください。この時、背筋はまっすぐ揃っているように、こう姿勢が整うように、まずはしてみてください。マインドフルネス瞑想では、あくまで呼吸はコントロールしようとはせずに、自然に呼吸をいつも通り行ってください。この時、吸っている時に膨らみ、膨らみ、肺が膨らむ、膨らみ、膨らみ、そして吐く時に、 肺がしぼんでいくような縮み、縮みと頭の中で唱えていただきます。あくまで自然に呼吸する中で、膨らみ、膨らみ、縮み、縮みと唱えながらゆったり呼吸をしてください。もしかしたら、このときいろんなこう考えが浮かぶかもしれません。不安なことや病気にかかわらずいろんなことが浮かんだときは、雑念、雑念、ラベル付けと言いますけれども、そのこと自体に蓋をしてしまって、雑念、雑念、 それを繰り返して、また呼吸に戻りますと心の中で唱えてから、膨らみ膨らみ、縮み縮みと繰り返しやってみてください。そうするとこう次第に落ち着いたり、自分のいろいろ過去や未来に馳せていることから、今に集中することができるようになるかもしれません。ぜひ生活の中で取り入れてみてください。まとめになります。 ほっとできる時間の作り方ということでお話しさせていただきましたけれどもやっぱりこう体の症状ですとか生活の変化や今のこの見通しの立たない状況またはご家族や友人との関係など心が揺れ動くことは少なくありませんですので不安をゼロにするということではなくバランスを保つことがやはり大事になってきますふと一日の中で立ち止まったりそった足が地面についているような時間を少しでも感じられることが大事になってきます 今日話しした工夫点も活かしていただきながらホッとできる時間を作っていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、添、えー、島さんありがとうございました。えっと私が聞いてても役に立つような内容かなとちょっと思ってしまいました。まあ、ホッとできる時間、まあ、我々もいろいろと緊張してていろんなこう。 体が休まらない、気持ちが休まらない時間というのにもこういうところでうまくやれればいいのかなと思ったんですけどいわゆる座禅みたいな感じですかこれはなんか禅の心なのかなとかちょっとふと思って聞いてしまったんですけどどう,どうなんですかね ありがとうございます。そのおっしゃっていただいた通り、そりマインドフルネスはちょっと瞑想の種類がいくつかありますけれどもやっぱり禅の概念と非常に共通している概念にはなるんですけれどもどちらかというとまあご自宅で少しでもできる方法にはなっているかなと思いますのでぜひ試していただけたらなと思います。 はい、ありがとうございます、えー。もうこれ聞いてるだけですごくためになるような話かなと思ってますので、ぜひ実行していただければと思います。末島先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、では、あの次が最後のあのセッションになります。最後はですね。医療ソーシャルワーカーの責任エリカさんから。 上手に活用して、皆さんの身近にいるサポーターということで、お話をさせていただきます。関根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、サポーティブケアセンターがん相談支援センターで、ソーシャルワーカーをしてます。関根と申します。私の方からは、えっ、ー、と、皆さんに、えっ、ー、と、活用していただきたい、身近にいる。サポーターということで、あの、お話しさせていただければと思います。よろしくお願いします。 まず私が所属しているサポーティブケアセンター、がん相談支援センターのご利用のご案内です。相談としては面談と電話による相談、情報による支援ということで、平日8時半から17時15分まで、社会福祉士や精神保健福祉士、その他の職員が常駐して相談に対応させていただいています。相談内容に応じては、えっと、いろんな 医療者と連携を取りながら対応していますが秘密は厳守して匿名でのご相談も承っていますまた当院に受診されていない方でもご相談は可能ですがん相談支援センターではこのようなご相談に対応しています生活のこと医療費や生活費のことご自宅での介護のことなどです皆さんが療養生活を送る中で体や心 暮らしの変化でそれぞれの時期に抱える心配事がたくさんあると思います。それを下下支えする公的な制度もたくさんあります。第1回のセミナーでお話しさせていただいた高額療養費制度などは、すでに活用されている方も多くいらっしゃると思いますが、今日は初回治療を終えた後で皆さんを支える制度を中心にお話しさせていただきます。 初回治療を終えてから長期的な経済的な負担を軽くする制度として、この2つの制度があります。1つは、お勤めの方がお仕事をお休みされた場合の傷病手当金。2つ目としては、長期的に生活に支障がある場合に、えっと、検討できる障害年金。皆さんの治療や経済状況を伺いながら、皆さんに合った制度の活用を一緒に整理するお手伝いをさせていただいています。 まず1つ目の傷病手当金です。病気などで働けなくなったとき、生活を支えてくれる制度です。会社を休んだ日が連続して3日あり、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。対象となる方は、社会保険の被保険者ご本人で、お給料の約3分の2に当たる額が支給されます。支給される期間は、通算で1年6ヶ月です。 この傷病手当金は2022年1月に制度改正が行われています。この図のように今までは連続して1年6ヶ月でありましたが、1年6ヶ月であり、出勤されたときには不支給であったものが、この改正によって続いても途切れても受給している期間を足して1年6ヶ月ということになりました。この制度のワンポイントとして覚えていただきたいのは、 この改正の経過措置として、2020年7月2日以降に傷病手当的の受給を開始した方で、出勤をされ不支給となった期間がある場合、その期間を延長して受給することが可能となっています。もしすでに制度をご活用いただいている方は、ご自身が該当になられるのか、一度確認してみてください。次に、障害年金です。 障害年金とは、病気などで生活や仕事など制限されるようになった65歳未満の方に年金を支給する制度です。申請時期としては、初診日から1年半経過したときとなります。傷病定金が1年半の支給となるため、その後に検討できる制度です。申請するための条件は大きく3つあり、 1>, 1つが障害の原因となった病気やけがの初心日に国民年金または厚生年金に加入していること2つ目としては保険料の納付要件を満たしていること3つ目としては障害の状態が日常生活に支障があり障害年金の等級に該当していることとなります実際がん患者さんで、えっと、このような この表にお示ししたようなお体の状況で障害年金を受給することができる目安となります。障害の状況によっては1年6ヶ月を待たずに受給できることがある場合があります。人工肛門の増設や肛門全摘術を受けた方のほか、化学療法など治療の副作用によって日常生活で解除が不可欠な場合、生活やし 仕事に著しい制限を受ける状態になった場合にも受給ができることがあります。先ほどお話しした、えっと、障害等級の目安としてということで、この障害の程度をお示ししたのがこの表となります。一番重い1級というのが活動範囲がベッド周辺など日常生活上の支障が相当にあること。2級は 誰かの介助が必ずしも必要ではないものの日常生活が極めて制限を受ける状態にあること3級は仕事上の制限が相当にあることとなります初心品に加入されていた年金が厚生年金の方は1級2級3級国民年金の方は1級2級となります具体的な金額としては障害厚生年金3級の場合 最低保証額として年間58万5700円となっていてお子さんがいらっしゃる方はここに加算されます。申請手続きには患者さんが記入する病歴・就労状況申し立て書と主治医の先生が記載いただく診断書となります。主治医の先生が、 皆さんと会うのは診察という限られた場面となるのでご自宅での生活状況をきちんとお伝えし書類を依頼する際には添付資料をお付けするなど工夫をすることも大切となりますただ実際これらの書類を作成するのは患者さんご家族だけではなかなか大変な作業となります当院では社会保険労務士の出張相談を実施しているので ソーシャルワーカーと共同して、障害年金の申請についての相談や、書類作成のポイントの整理などを一緒に行っています。現在、多くのがん診療連携拠点病院では、社会保険労務士との共同で支援をしていることが多いので、困ったときには一度ご相談をしてみてください。 また、えっと、本日のセミナーには患者さんご家族だけではなくさまざまな職種の医療者の方もご参加いただいているかと思います。患者さんからご相談があった場合にはがん治療の状況によっては受給を検討できる可能性があるということはぜひ覚えていただきたいと思います。制度について専門的なことまではなかなかご自身だけでは判断したり対応できない場合ももちろんあると思います。そのの時には院内の ソーシャルワーカーだとか、お近くのがん相談支援センターなどへ相談し、つなぐ橋渡しをする患者さんへの支援を考えていただけたらと思っています。皆さんを支えていただくのは制度だけではありません。他の患者さんご家族も皆さんのサポーターになります。患者さん同士の交流の場で、実際に患者さんのお話を聞くことができる場所として、患者会、ピアサポート、 パソコンなどをご活用される方には、インターネットのコミュニティサイトなどがあります。こういった患者さん同士の交流の場では、患者さんの経験を直接聞いて参考にしたり、患者さん同士のつながりを作ることができます。当事者同士だから分かる共感だとか安心感や、療養上の困難に対処する具体的で実践的な情報を得られることもあります。 利用するときには、必ずしもご自身に当てはまるものではないということを留意しながら利用していただけたらと思います。もし参加をご検討される場合には、受診先の医療機関や、お近くのがん相談支援センターで、患者会などの情報を得ることができるので、その際はご相談してみてください。最後に、えー、とご自宅での療養生活を支える制度についてお話しします。 がん治療は自宅での治療や療養が中心となってきます。初回治療を得られた患者さんご家族の方は、これから自宅で療養するにあたり、体調管理や体調変化の不安はたくさんあると思います。ご自宅で療養生活を支える制度としては、介護保険、ご自宅近くの医療機関との連携、在宅医療など、皆さんの状況に合わせて活用ができるようにお話しいたします。 まず、介護保険制度です。介護保険の対象になる方は、65歳以上で介護が必要になった方と、40歳から64歳までの方は、がんの状況によるので、主治医の先生にご相談をしてみてください。申請窓口は住民票のある市区町村の役場となります。申請時には、介護保険証、健康保険証をそれぞれご持参ください。介護保険制度にどのようなサービスがあるのか、 がん患者さんが療養する際に活用するサービスの代表的なものをここに挙げてみました。サービスとしては大きくご自宅に来ていただく訪問看護などの人のサービスやベッドや車椅子をレンタルするなどもののサービスがあります。患者さんの所得の状況によって1割負担から3割負担で利用が可能です。サービスを利用される場合にはご担当いただくケアマネージャーさんの選定を行います。 ご自身で決定をすることが難しい場合には自治体や地域包括支援センターの相談窓口もありますし治療先の病院やがん相談支援センターにご相談することも可能です皆さんがご自宅で療養生活で何に困っているのかより過ごしやすい環境を整えて療養生活を送ることができるように支援することができるかと思いますまたここでワンポイントとして覚えていただきたいのが介護保険の対象にならない 40歳未満のがん患者さんへの支援事業として国立がん研究センター東病院がある柏市で7月1日より新たな支援が開始となりました1か月当たり8万円を上限として9割相当の金額を助成するという制度です柏市以外ですと横浜市や神戸市などが実施しています残念ながらまだすべての自治体ということではないのですが 各自治体でで取り組みが少しずつ進んでいますご自身のお住まいの支援が新たに始まる可能性もありますのでご参加いただいている患者さんご家族の方だけでなく医療者の方もいろいろな自治体で取り組みが進んでいるということはぜひ覚えておいていただけたらと思いますまた介護保険制度のほかには地域の医療機関との連携や在宅医療の活用があります 普段のかかりつけ医がある場合にには、かかりつけ医にご自身の病状を伝え、必要時に連携が取れるように主治医へ相談,相談していただくことができるかもしれません。また、自宅へ訪問する訪問診療や24時間連絡が取れる体制の在宅療養支援診療所など、在宅療養を支える仕組みが整備されてきています。治療先の医療機関だけではなく、訪問看護の事業所や介護保険の関係機関とも連携を取りながら、 患者さんご家族が安心して療養生活を送ることができるような体制を整えることができます。まずはご自身の主治医の先生にご相談してみてください。その上で、実際の訪問診療を実施している医療機関については、治療先の医療機関やお近くのがん相談支援センターへ情報についてお問い合わせすることができます。これが最後のスライドになります。こののセミナーで皆さんへお伝えしたいのは このスライドにあるように患者さんご家族を支えるサポーターはたくさんいるということです。普段関わっている治療先の院内の職種だけではなく、地域の医療機関や在宅医療、介護保険などの関係機関の方、これだけ多くの方にたくさんサポートしていただくことができます。何か困ったことや聞きたいことがあったときには、まずは治療中の院内のスタッフに相談をしてみてください。必要に応じて院内ではなく、 院内だけではなく、地域とも連携を取りながら皆さんの治療や療養を支援したいと思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、関根さんありがとうございました。最後のサポーターは無限大という言葉はまあいいいいメッセージですね。はい、あの一人で戦ってるんじゃないって言ったところで周りにサポートしてくれる人はいっぱいいるんだといったところは非常に患者さんに対するいいメッセージだと思います。 今日いろいろ教えていただいたんですけれどもその、やっぱりこれ全部を理解するのってなかなか難しいかと思うんです。そうすると、多分私いつも思うのが、がんにかかったときに、まあ、こういう医療を受けなきゃいけなくなったときに、最初にソーシャルワーカーさんにかかっていただくのが一番いいんじゃないかっていうふうに思うんですけれども、まあ、医療を受けながら、やっぱりこういうサポート体制っていうのを、最初の初心のときから、 ソーシャルワーカーさんに関わってくれたらできるだできる限りのサポートが受けられるということにつながるかと思うんですけれども、どうどうお考えですか？関根さんのお考えはどうでしょう？そうですね。あのどうしてもあの今いくつかお話した制度もそうですが、日本の制度はどうしてもあのこちらから申請をしてっていうところがあの必要になることがほとんどなので、やっぱり患者さんが知らなかったということでちょっと不利益になるっていうことは。 こちらとしてもオフホイなので、まあぜひあのそういったことがないようにあの必要な時にはあの支援はしたいなとは思ってはいるので、まあもちろんどのタイミングでも支援はできるんですけれど、あの初心に来ていただいたときからもちろん支援はしたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ担当医一人、ソーシャルワーカー一人みたいな体制で診療いただけやっていくのが一番最適な治療方針になるんじゃないかなというふうにちょっと思ってしまいました。 ありがとうございました。ありがとうございました。これですべての,あのセッションが終わりました。最後にあの総合討論に移りたいと思います。少しあの設定を変えますのでお、お待ちいただければと思います。あの続々と本当に Q&A であのご質問いただきまして、ありがとうございます。ちょっとそうですね、演者がそうまで少し時間あるので。 えっと、例えばですね、どういった質問が来てたのかというと、こうかかりつけ薬剤師で追加でかかる費用はないんですか、まあ、それに対して薬剤師の方から、かかりつけ薬剤制度を利用することでお薬の一元管理やお薬の飲み合わせなども相談可能です。また診察と,あ診,療としあ診察と診察の間に体調の確認などもしています。あのこれを 管理料として、お薬代以外にも費用いただくことになりますような回答などをさせていただきます。また、これはアーカイブ配信の時に、あの、皆さんにも共有させていただければと思います。あ,あ、ちょっと揃いましたかね。はい。はい、じゃ、総合討論に移りたいと思います。はい、池田先生、よろしいでしょうか。はい、えー、じゃ、総合討論のところ、少し進めさせていただきたいと思います。 えっと、今日いろんな話いただきましてだいぶ理解が深まったような気がします。まあ、私も、えー、知らないこといっぱいあったなというのを改めて思うんですけれども、まあ、今日のテーマはやっぱり、えー、そうですねどこで、えー、どういうタイミングでそれぞれの先生にご相談いただくことができるのかとかどう,いうどういうふうにすればご相談することができるのかそういったところを少し各先生方に聞いてみたいなと思っています。 多分、まあ、外来に行くと、まあ、ドクターと患者っていう1対1の立場になりがちなところだと思うんですけれども、やっぱりどうしてもこれだけみんなサポートしてくれる人がいるっていったところで、そこの窓口はどういうふうにしたらいいのかっていったところとか、あと、まあ、患者さん、えーまあ、ドクターには言いにくいけれどもっていったところに、誰を通せば、 もっとそういうふうに近づけることができるのかといったところを一人ずつちょっとお聞きしたいなと思っているんですけれども、えー、まず栄養士の小田さんからどうでしょうかはいそうですねと食事の話は特にあの、まあ、先生にはちょっと聞きにくいけど、まあ、毎日あの,ことのことですのであのこう不安に思ったり疑問に思うことってたくさんあるかと思うので、えっとまあ、外来の に来ていただいた際に、栄養指導という形で、えっと管理栄養士とお話しする時間を作ることができます。で、その時に本当にもう小さいこと。でも、あのまあ、ちょっと最近例えばそうですね。あの食欲ないなとか、こういうのあの今の状況で食べてもいいかな？とか、そういうあの、ちょっとした質問でも構いませんので、ま一、あ、応お気軽に。あの食事に関することは、あのそういった栄養指導なんかであの聞いていただくといいかなと思います。 栄養指導もあの先生の方に言っていただければ、主治医の方に行っていただければあのと指導できますので、はいあのぜひ相談してみてください。はいありがとうございます。その栄養指導を主治医に頼むっていうこともちょっとハードルがあったりするかなとも思ったんですけど、そういう指導を主治医に頼まなくても直接お会いすることでできるんですか。 そうですね、あの看護師さんとかに伝えていただいてもそこから管理用紙にお話がいってそこから指導にするかとかそういうお話にこうつなげることもできるので,、まああのそうですね、先生以外にもあの気軽に話せる看護師さんとかにも相談してみてもあの問題ありませんので、はい、ぜひ相談してみてください。はい、ありがとうございます、えー、では続いて看護師の栗山さんなんですけれども、まあ、看護師さん外来にもいらっしゃるんですけれども外来の看護師さんに 直接声かけづらいなとかいうときもやっぱりあるかもしれないし、看護師さんもやっぱ忙しく、まあいろんなところで歩いてたりするところがあるんですけど、まあ相談したいなといったときどうどうしたらいいですかね。先生がおっしゃいますように、あの外来の看護師さんもいろんなブースでえっといろんな患者さんを見て。 あのいるのであの常にあの1人の患者さんに対してあの受診の時にタイムリーにこうお話がこうお声かけできるわけではないんですけれども一つあの工夫できる点があるとしましたらあのやはり公演の中でもお伝えしましたように、えっと、患者さんに日々の あのメモでいいのであの記録をつけていただいてそれをこう診察の時にこう見せていただくだけでも一つあのアドバイスができますしあとは患者さんの中でも、えっと、お通じの話を医療者にすること自体がこう周知心がある方も割と多いのでまずは、えっと、そういった意識から あの少し持っていただいてあの医療者にあの相談できるんだっていう意識を持っていただくこととあとはやっぱり、えっと、お通じに関しては本当に個人差がありましてもともとお通じが柔らかいんだっていう人もいらっしゃればもともと治療前から2日に1回しか出ないんだっていうふうにこうパターンも本当に個人差があるので、えっと、そういったあの個別性があるところを医療者の私たちもあの意識しながら あのサポートをさせていただきたいなと思っています。なので工夫できることがあるとしましたら、やはりこう、提示できるようなこうメモでいいので、そういったものを用意していただくとあのスムーズかなというふうに思います。ありがととううございいいますすすすメモを渡こででねねそしたらら見てもえるありがとうございます。 続いてリハビリ理学療師の原田さんなんですけれどもリハビリって実際はそんなにいろんな病院でないかもしれないなというふうには思っているんですけれどもそういういろんな病院のことも踏まえて先生方にアプローチするやっぱりリハビリ教えてほしいなといったところがいっぱいあると思うんですそれはどういうふうに先生方に教えを請いに行けばいいのかなっていうところを教えていただき ありがとうございます、えっと、私たちは実際にちょっと外来のところに私たちがこう待ち構えていて、うん、あの来ていただいた患者さんに対応するっていうあの状況で多分診療しているところってかなり少ないと思うんですよね。まあ、なので基本的にはあの先生からあのリハビリの依頼をいただいて介入するっていうあのそういった運用になっていると思うので、まあ、のできれば先生にやはりあの 特に患者さんの方から相談をしていただいてリハビリに案内をしていただくっていうのが一番なんですけれどもなかなか先生方もお忙しいですしそこまで目がいかないことがあると思いますで,できれば看護師さんもかなり忙しいと思うんですけれどちょっと患者さんにふらつきがあるなとかちょっとこう動きにくそうだなしびれもあるしなとかっていう場合がありましたら先生にちょっと声をかけていただいてリハビリの方に案内をしてもらえると非常にありがたいなというふうに思います。 であのまあ、リハビリに対してあの依頼が必要な患者さんもいれば、まあ、あのさっきお示しした通りリスク管理、まあ、そこにリスク高くない患者さんだったら、まあ、いろいろ推奨されているものとかあの実際にあのホームページとかに載っていたりとか、まあ、厚生労働省が出している運動の例、ね、とかもありますので、まあ、そちらを参考にしていただいてちょっとあのモチベーションをしっかりご自身で維持していただきながらあのやっていただくっていうのがあのよろしいかなと思います。 医療,範囲の医療範囲の中でちょっとリハビリテーション、対応ができないところがあれば、介護圏の方でもリハビリ、訪問であったりとか、通所で通っていただくというのもありますので、ケアマネージャーさんが入っているような患者さんが、もし医療だったら、そちらで行っていただくというのも1つなんかなというふうに思いまりなに勉強したありがとうございます。 続いて小杉先生緩和医療科なんですけれどもやっぱり担当医からの紹介で緩和医療科っていうことにどうしてもなってしまうとは思うんですけれども、まあ、でもやっぱり痛いでも担当医あんまり介入してくれないっていうところも出てくるかもしれないと思うんですけれどもそういう時はどういうふうに先生方に取り次いでもらえれば患者さんの苦痛を取り除くことができるんでしょうかね。 はい、ありがとうございますあの。非常にいつもそこは悩ましい問題でして我々もどうやってこうハードルを下げてこうーハードルをといってあれなんですけど介入を広げられればと思ってるんですがそうですねまあ一つあるとすればまああのー いやまあやっぱりですあのまずしっかり痛みを伝えられてないことが多いっていうのが大きいと思います。あの、栗、ま、山、あ、さんのお話あったとおり、なかなかちょっと、えー、先生の前では無理してしまうです。我慢してしまってというところがあって、なかなか、えー、先生のほがうまく伝わっていないということが一つと。で、まあ、えー、もう一つはそうですね、あのー、 いやまあ、ぜひ痛みの日記とかでもいいですので、やはりこ,うこれだけちょっと今、痛みがつらくてということをですね、まあ、あのお医者さんに言いづらければ、ぜひ看護師さんでもいいと思いますので、そこでご相談いただくと、ですねちょっとじゃあ、緩和医療科の方にご相談したらというような流れ。あ 流れでこちらにご紹介いただくこともありますし、もちろんあの先生によってはそのあ、これはちょっと大変だということで、えーご連、電話でご連絡いただいてご相談いただくこともありますので、ま,あ、まずはやっぱりこの今、痛くて困っているということをこうしっかりこうお伝えいただける、まあ、こちらもキャッチしなきゃいけないんですけれども、まずお伝えいただくということが、まず第一歩なのかなと思ったりはします。はい、ありとととううういいます、まあ、そそですねやっっぱり外来ににる看護師さんとかにちょっとそういうところを まあ、ささやくというかほのめかして、えー、介入してくれないかなみたいなことを頼んでみるっていうのが一つなんですかね。はい、ありがとうございます、えー。続いて薬剤師さんなんですけれども、今やお薬とかが、まあ、点滴のお薬とかは通院治療センターみたいなところで受けられると思うので介入していただけること多いと思うんですが、外来とかになってしまうと、直接処方されて院外薬局に行っちゃうと、 薬剤師さんと接点は全くなくなったりするといったところは出てくるかと思うんですけれどもでもやっぱりいろいろ教わりたい特にがんセンターとかであったら薬剤師さん専門のがん薬剤師さんいらっしゃると思うので教わりたいそういった時にはどういうふうに先生方にアプローチすればいいんでしょう 一応、当院では内服の抗がん薬だけで治療されている患者様であれば薬剤師外来というものを先生の診察の大体30分前ぐらいに採血から先生の診察までの毎日大体1時間、2時間くらいの間ですかね、その間でお話をさせていただく機会を作らせていただいています。でですのの例えばこの患者さんはちょっと 薬剤師からちょっとこうフォローしてもらいたいなともしあればあの薬剤師外来とかあの予約いただけるとあの今後あの先生の診察の前に確認させていただくことができるのかなとは思いますで。また、あの、えっと、院外処方箋であの外の、えっと、調剤薬局の方に取りに行かれた時とかも先ほどお話ししたかかりつけ薬剤師ですね。あの、えっと、よくあの話せる薬剤師がいればこう何かこう相談した場合にしっかりあの、 処方元の医療医療機関ですね医療機関の方にちゃんと情報提供もしてくれますのでそういう使い方をしていただければいいのかなと思いますはい、ありがとうございますかかりつけ薬剤師からフィードバックが先生方の薬剤師さんのところに届くって形になるんですかことが多いかと思いますでそうするとあ<の>そこで、はい、介入していただけるとかそこで相談する窓口がまたできるかもしれないおっしゃる通りです はいいありがとうございます、まあ、当院の薬剤師外来というのは私も、えー、汎用させていただいておりますけれども非常に丁寧に見ていただけるので非常に助かっております。では続いて公認心理師の副島先生ですけれども。 意外と公認心理師というと、そんなに各病院でいらっしゃらないかなというのがやっぱり実情だと思うんですけれども、き、まあ、今日聞いていて、やっぱりこう心のケアというか、心をどうやってほっとさせるかというのは非常に大事だなというふうに感じたんですけれども、本当に先生方にアプローチするというか、先生方に相談したいといったときにはどう、どうしたらいいんですかね。はい、ありがとうございます。 先おっしゃっていただいたようにやはりこう精神腫瘍科で精神腫瘍医ですとか、まあ、公認心理師という立場で病院に常駐しているものはそんなに多くはないんですけれどもまずはそういったこうご自身が辛いと感じているかということをあの看護師の方薬剤師の方やリハビリや担当医の先生にまずはキャッチしていただくというのは大事になってくるかなと思います。 その上でもしかしたらこうあの辛さと死傷の,の寒暖系ですとか PHQ と言われるような少しこう抑うつとかを症状を評価するものを使っていただいてそういった症状にちょっとこうチェックが見られたようであれば精神使用化があれば精神使用化をご紹介いただいたりですとかもう本当にないという場合はお近くの診療内科とかそういったものをご紹介いただいてもいいかなと思います。 心理士で言えば、あの日本サイコオンコロジー学会に少しこう一定の研修を受けた心理士の名前が載っておりますので、ちょっとご自身の通っている病院、そういった方がいらっしゃるのかっていうのは、まず検索かけていただいてもいいのかなと思いました。はい、あありがとうございますえ、そういったところで一応調べることはできるってことですね。なので、患者さんがしっかり調べようと思えば、そういう病院をアプローチすることもできるっていうこと。はい、あかりありがとうございました。非常に勉強になりました。 あと最後はソーシャルワーカーさんですけれども、まあ、私もずっと常々このサポーティブケアセンターセンター長になってから思うのがやっぱり最初からソーシャルワーカーさんにかかってもらうのが一番だろうな、まあ、そうするとすごい大変な業務にはなるかなと思うんですけれども現実全患者さんに全ソーシャル,ーシャルワーカーさんが一人ずつ関わるっていうことは可能なんでしょうかね。 そうですね。あのもちろんあの必要なときにあの私たちのこう支援というところは皆さんにはしたいなとは思っています。で 当院だと直接あのこちらに患者さんがお越しいただくっていうことはあの非常にあの本当に初心のタイミングから多いかなというところと先ほど先生がこうどこに相談したらいいんだろうかっていうところは患者さんによってもその話しやすい方が例えば看護師さんだったりとかあのそれぞれのこう職種いろんな職種と関わることがあると思うんですけどそこであのいろんなこう職種のところでこうキャッチしたところをつなぐっていうことはできるかと思うので。あの すみませんちょっと答えになってない,いかもしれないんですけれど、あの本当に必要なところは皆さんには支援したいなとは思っています。はいありがとうございます。ちょっと、えー、難しい質問をしちゃったかもしれないですけれども、まあ、最終的な目標はそういうふうに医者と医者1人、ソーシャルワーカー一人みたいな体制が全患者さんでできるようになるとまあ、理想的かなと個人的に思っているので、ちょっとご質問させていただきました。あありがとうございました。 ちょっと時間を過ぎてますけれども最後にちょっと各演者の先生方に一言今日お話しした内容の要点というか、まあ、先生方のテイクホームメッセージとして一言ずつ先生方のご意見というかメッセージをお伝えしていただきたいなと思っております、えー、じゃあ栄養士の小田さんからお願いします まあがん患者さんにとって食事、まあ、治療の一環と考えている方多くても頑張ってらっしゃる方はたくさんいると思うんですけども、まあ、あの食事は体の栄養とともに心の栄養でもありますおいしく楽しく食べることを忘れずにあの食事とうまく付き合っていっていただければと思いますので、はい、しっかりあの食事あの食べられるようにあの栄養士の方も支援していきますので、はい、よろしくお願いします。 はい、ありがとうございました。じゃあ看護師の栗山さんお願いします。はい、えっ、ー、と今日私の方からは、えー、お通じのコントロールに関することをあお話をさせていただきました。えっ、ー、と患者さんによってはあの先ほども言いましたようにあのお通じのお話なんてあのちょっと あの医療者にもするのは恥ずかしいというふうなあのことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、えっと、どの治療をするにしても、やはりお通じのコントロールは、が、え、ん、っと、の治療にとっては非常にあの大事な視点になってきますので、ぜひ、あの医療者にもあのお悩みのことがありましたら、ぜひお声かけいただきたいと思います。えっと、中でも看護師は非常にあの患者さんの身近な存在ですので、お気軽にお声かけいただけますとあの嬉し,い,ですよろしくお願いします以上です。 はい、いああ、りがとうございました。えー、じゃあ理学療私の方うでは運動を継続することの大切さという形でお話をさせていただきました。えー、っと述べていますように運動療法はとても大事ながん治の一つでもありますのであのぜひあの今日のお話聞いていただいた皆さんにはあの運動療法リスク管理をしっかり行った上で実践継続していただきたいなというふうに思います。本日ありがとうございました。 はい、いありがとうございます、えー。じゃあ、緩和医療科の小杉先生、お願いします。はい、えー、今日はあの痛み日記ということでお話しさせていただきましたけど、えー、とそうですね、まず一番は前,前回から同じ痛みは我慢しないでいただきたいということで、えー、ぜひそれをしっかり伝えていただくときに、どんな痛みなのかということが分かると、ですね、より効果的なご治療が提案できるかなと思いますので、ぜひ、えー、記録とご活用いただければと思っております。どううもありがとうございました。 はい、いありがとうございます、えー。続いて薬剤師の末永先生、お願いしまと今日私の方からは、えーと、吐き気とか、あと便秘の時のお薬の使い方、そして相談の窓口、治療にしの使い方などをお話しさせていただきました。えー、とどうしても抗がん剤治療をされていますと、やはり何かしらつらい思いをされるかと思いますが、えー、我々薬剤師の方もほうも、お薬の方からフォローできないか考えていきますので、ぜひあのご相談いただければと思います。本日はありがとうございました。 ははいい、えー、では心理師の添島先生お願いします、はい、私からはやっぱりこう治療を続ける上でほっとできる時間を作るやり方について今日お話しさせていただきましたやっぱりこうほっとできる時間というのはいつかやろうではなくて今から始めることが大事になってきますので今日の工夫点を生活の中で組み入れていただけたらと思います精神科と聞くとちょっと身構える方もいらっしゃるかもしれないですけれどもお気軽にご相談いただけたらと思います。今日はありがとうございました では最後にソーシャルワーカーの関根さんお願いします。 えっと今日私の方からは、えっと、皆さんを支える、まあ、制度だったりサポーターがたくさんいるんだっていうことをお話しさせていただきました先ほどもお話ししたように制度に関してはちょっと患者さんから申請をすることでこう初めて利用できるっていう制度も多いのでまずこう気になったりとか困った時は一度相談をしていただきたいっていうことと、えっと、どの職種でもいいと思うのでまずは一度相談をしていただければそこからこうつなぐ橋渡しというのはできると思うのであの1人で抱えず相談をしていただきたいなと思います。 っあの最後のスライドにあるようにサポーターは無限大というところはお伝えしたいなと思いました。今日はありがとうございました。はい、えー、皆さんありがとうございました。ちょっと遅くなってしまいましたけど、これで総合討論を終わりにしたいと思います。はい、あのありがとうございました。とインジャーの皆さんまだそこにそのまま座っていていただければと思います。はい、あのでは最後にあの閉会の挨拶ということで改めて池田先生よろしくお願いいたします。はい はいえー、本日は2時間、ちょっと15分ぐらいオーバーしてしまいましたけれども、えーまあ、皆さん、えー、いろいろと、えー、お話し聞かせていただいて、かなり勉強になったんじゃないかなと思います。まあ、私自身も、えーまあ、4月からサポーティブケアセンター長を拝命して、いろいろ勉強させてもらってますけれども、今日の内容、非常にためになる内容が多く 本当に患者さんだけじゃなく、まあ我々も使えるような、実践できるような内容も結構あったかなというふうにも思っています。そういう意味で、これらを患者さんにぜひ歓迎してあげるっていったところも、我々の重要な使命だと思いますし、患者さんも今日いろいろ聞いたことを、それを実践していただければと思っております。 まあ今日ょう、まあ、この回で言いたかったことの一つというのは、やっぱり相談する窓口というのは、いろいろあるんだといったところを、まあ、ご理解いただくといったところが一つかなと、すべてを全部1、えー、人で抱え込むことはなく、まあ、みんなに相談して少しずつ解決していくとか、えーまあ、みんなに相談することで自分自身が楽になる、患者さん自身が楽になる、まあ、そういったところを目指してやっていければいいのかな。 それにおいては、ドクターと患者という1対1の関係ではないんだといったところが、今日だいぶお示しできたんじゃないかなと思っています。私も関根さんがおっしゃるように、サポーターは無限大といったところ、いいメッセージかなと思っておりまして、今回、この企画を通して、こういう相談窓口があるんだということをまずご理解いただいて、皆さんにアプローチしていただければと思っております。本日は 土曜日の朝からお集まりいただいて、拝聴いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではあの最後に事,事務的なご連絡をさせていただければと思います。えー、はい、あの退出の際にですね、あのアンケート協力のお願いが表示されます。ぜひ今後の運用の参考におあのお声がお声をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 また、えーはいあの、オンデマンド配信、まあ、すみません、オンデマンド配信とアーカイブ配信という2つの単語が入ってしまっていますが、今日は本日のお話の内容を改めてあの視聴いただけるようにご準備させていただきます。本本日は本当にあの冒頭あの 通信障害というかあの、映らないような状況が起きまして、大変申し訳ございませんでした。あのそのあたりもですね、あの改めて、えー、ときちんと収録し直す部分は収録させていただいて、あの不正式なものであの公開をさせていただく予定でおりますのであの、どうぞ皆様ご活用いただければと思います。あのご登録いただいた、参加ご登録の際にあの入れていただいたメールアドレス宛てに、イブ阪神の、えー、と URL をお送りしますので、ご活用ください。最後になりますが、えー、と次回の開催予定です。 次回は10月15日に開催をさせていただく予定です。また、あの改めてあのご案内をさせていただきます。ぜひ皆様あのご参加いただければと思います。はい、あの以上になります。では、本当にあのこれで最後になります。あの、本日は皆様本当にありがとうございました。まず、あの午後、ゆっくり過ごしてください。では、失礼いたします。